起きれたぜ、俺は。俺は起きれたぜ。どうだ、すごいだろ。起きてやったぜ。もう絶対に起きねえだろうと思ってたんだが、ついには起きたてほやほやではないけど、なんなら昼飯も食っちまった。ちゃんと起きれましたよ。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと今通知ポポンと出してしまうんで。よいしょ。ちょっとお待ちを。よいしょ。これをこうして。あ、ミス1やかしてんな、俺の。こうだ。こうね。俺今日さ、このゲーム多分重いかな？どうなんだろう。多分重いっぽいな。ちょっとオンライン対応になってるゲームだから、もしかしたら重いと思うから、今日ちょっと申し訳ないわ。俺なしでいいか？あ、俺なしっていうのもちょっとあれがあるな。俺の存在意義は、違う。俺の存在理由は、じゃない。なんて言えばいいんだろう。俺いらないんじゃね？違うな。俺は、果たして、必要なのか？いや、すいません、ちょっと。いや、存在意義のと、いや、寝てないです。もう起きてますよ。あ、ジェイソンじゃない。いや、俺いるでしょ。裏方に回りますか、じゃあ、今日は。今日はレザーフェイスのティッシュ拾いから始めようか。多分重いから、ちょっと、俺なしで今日やるわ。多分重いんだよ、絶対これ。昼飯食べたよ、ご飯。おにぎりじゃなくて、うどん食べた。うん、じゃあ皆さん、ごめんなさい。もう一回、こんばんは。あ、こんばんはじゃない。こんにちはください、こんにちは。もう一回、こんにちは書いてください。今ちょっと。読めなかったんで。ひすいこんこん、こんにちは。りくとう、こんにちは。オルネライヤ、こんにちは。サク、こんちは。ゆりちゃん、こんちは。モコ、こんこん。レム、こんにちは。ネコ、こんちは。オニポテ、こんこん。梅じそ、こんこん。ユミ、こんちは。花、こんちは。編集済み、こんちは。シロニャンコ、こんこん。ランコ、こんちは。カズコ、こんちは。ジーナ、こんこん。ヤマダ、こんちは。ジャック、こんちは。カタカナマン、こんちは。ヨミ、こんにちは。ユミ、こんにちは。デイジ、こんちは。ユズピ、こんちは。ロメオ、こんちは。こんばんは。あ、こんにちはだって。ごめん。ようやくこの2日間、地獄の編集というものを終えましてですね。ようやくたどり着きましたよ。私、ここに。お猫、こんちは。アリス、こんにちは。お、カタカタさん、こんちは。どうも、レザーフェイスの親友です。そいつはまずい。テキサス州出身ってことですかね。バイオ 4？ あ、違う。説明をしようか。ちょっとだけ。どんなもんかわかんないと思うし。きょうちゃん、こんちは。お疲れっす。あざっす。入院か。なんて言えばいいんだろう。テキサスチェーンソーっていう映画があるのは知ってる？知らないか。もともとは、悪魔の生贄っていう名前だったの。かおりん、こんちは。70年代に一番最初出た映画のタイトルがまず悪魔の生贄の。あ、そう、キャスで見たやつね。そこから悪魔の生贄2、3まで出て、そこから、その後にリメイクされたのが、テキサスチェーンソーっていう名前に変わって、新しくリメイクされた作品の映画があるのね。うん。これ見てリラックスできんの？このホラーゲーム見て。
まあまあまあ、タイトルの、そう、昔のホラー映画はそんな感じ。で、どういう内容かっていうと、これって、実はこの映画って、実際にあった話なんですよ。70年代か60年代か、ちょっと俺も覚えてないんだけど、ポンコツユキこんにちは。それはレザーフェイスが好きなんだけど、ジェイソンとかマイケル、マイケル・デスタ・ムーアじゃなくて、マイケル・ムーアじゃなくて、マイケル・スコフィールドじゃなくて、マイケル・ジャクソンじゃなくて、まあ、それはいいんだけど、確か70年代か60年代の時に、マイケル、違うな、まあ、レザーフェイスっていう、どっから説明すればいいんだろうな。普通の一家は、まあ、みんな想像してくれ。普通の家があるんだよ。普通の家があって、それは、テキサス州っていう、まあ、暑い砂漠がある。砂漠っていうか、まあ、結構厚めなイメージのね。そう。場所があるんだけど、そこで、子供が生まれたんですよ。子供が生まれて、で、その子供は顔が結構トラウマで、外に出れないぐらい顔が見せられないぐらい、ちょっと顔は結構やばい感じなのね。病気でね。で、その息子がいる親も結構まあ、やばいやつらで、なんか平気で人を殺めるぐらい。平気でこう人を殺す一家なんですよ。そう。で、その一家を殺して金品を奪っていたっていうのが実際あって、お、ゴルベーザコンキゲンヨー、こんちゃ。で、その息子にプレゼントをするんですよ。ある日、誕生日のプレゼントとして。それを渡したのがチェーンソーなんです。で、おばあちゃん、おっぱよ。で、そのチェーンソーで一人の男性を、お前、誕生日だから、お前使ってみろよって親が言うんですよ。で、まだ子供の頃だったこのレザーフェイスは、人を殺めることが全くしたことなくて、でも周りはやれよやれよっつって。で、その男性がうまく逃げ出そうとしたところで、そのチェーンソーを使ってその一家がまた殺してしまうという。なんでチェーンソーかわかんないよね。まあ、だからそういう人を殺すことに快楽を覚えてる人なのかな。で、この子が親になっ、あのー、いい年の方になった時に、その家っていうのは、実は生計を立ててて、その生計は、なんて言うんだろう、肉を、精肉工場っていう、まあ、工場で肉をさばく仕事をしてたんですよ。その時にチェーンソーをよく使ってたんです。で、やっぱそういう仕事とかずっとやってると、子供も体がやっぱりこう、大きくなって、結構ムリムリマッ、ムキムキマッチョみたいになる。そう。でも顔は、やっぱり、こう、大人になっても顔は変わらず、人に見せられないような顔になって。で、ある日、テキサス州に旅行しに来た、まあ、カップルが、おいきょこんちゃ、来て、で、道に迷ってしまって、コリラクマこんちは。で、そのたまたまその家のいた住人、まあ、警察官の人がいるんですよ。もともとは警察じゃない人が警察を殺して警察官になってるっていう設定なんだけど、その警察官が、お前、俺の家来いよ、つって。何かという理由つけて、なんか、お前を逮捕するっつって、なんか、何かと理由とイチャモンをつけて家に連れてくんですよ、そいつらを、カップルを。俺で、こんにちは。あ、そう、サイコとかに羊たちの沈黙もそうですね。ポンちゃん、こんにちは。で、そこで、男性か女性かちょっと俺も覚えてないんだけど、その顔の皮を剥いで、で、顔につけたっていうのが最初の話のストーリーなの。で、実際にあった話っていうのも、実際これ本当に事件があって、テキサス州で本当に一家でこう連続殺人事件って言って、調査しに行ってる映像とかもちゃんと残ってるぐらい、本当にあった話を元にしたホラー映画なの。が、この悪魔の生贄。まあ、もともとは、みんなが知ってるのは、テキサスチェンソーっていうホラー映画ですね。あ、そう、映画の説明みんなわかんないと思うから。だから、このゲームもそうなんだけど、映画の話のストーリーはまあ、とりあえずいいとして、話の流れ的には、まず、テキサス州に旅行しに行くカップルたち。で、その旅行しに行った先の家が、レザーフェイスって言われてる、男が住んでる家に入ってしまった。
で、そこで、その、レザーフェイスって言われてる、このチェーンソーを持ってる男が、そいつらを追いかけ回し、殺し、顔を剥ぐ。っていう話。だから、大まかにざっと説明すると、この、レザーフェイスって言われてる、なんつうんだろう、殺人鬼から、うまく逃げることができるかっていうまでが、その映画の一つのくくりなんですよ。要は。だいたいわかった。ちょっと難しいかな。ざっと説明するとね、ストーリーはさっき一番最初話したんだけど、中身はとりあえず、カップルが、男女のカップルが、その家から、なんとか逃げようってして、その子から逃げるっていう、まあ、要はサバイバル、ホラー映画の、もともとはね。そうそう、皮を剥ぐんですよ。だいたいわかった。そのゲームを今からやる。トリガラコンチャ。だいたい理解できた。本当？まあ、だいたい大まかにざっと説明したんだけど、まあ、そのゲームが昨日出たのかな？昨日出ました。時間はどれぐらいかかるの？このゲーム。いや、わかんない。俺はどれぐらいかかるかわかんない。俺全くやってない。手つかずだから、わかんない。さっぱりでやんす。レザーフェイス直訳すると皮の顔？そうだね。レザーは皮で、フェイスは顔だから、そういうことだね。このゲームは基本オンライン対応らしい。あ、そうそう、もともとは実際このゲームは映画もそうなんだけど、もともとそういうちゃんと実際にあったものをなんか映画化してそれが大ヒットしてっていう。オンラインってことは、そうそう、ジェイソンと同じだよね。真っ白こんちは。まあ、結構グロめな感じだけど。お、黒、チワッス。ああ、そう、デトバとかジェイソンみたいな感じだよね。要は。ちょっと待って、今ゲームですわ。やるか。とりあえずやりましょう。デッドバイデイライトは結構みんなやっぱ有名だからその辺は知ってるもんね。そう思うと。ジェイソンも俺の枠でもやったことあるしもんね。だから、そう考えると、そっちの説明の方が一番わかりやすいんじゃないかなと。おみここんちゃ。ジェイソンホービーズだっけ？これ、どうなんだろうね。コントローラー対応してないかな。やられまくるの？いや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 、俺、この映画めっちゃ好きな人だから。なんなら。何回もこの映画めっちゃ見てるし、キャラクターの名前は覚えてないんだけど。ちょっとキーボード、マイカこんちは。これコントローラー対応できんのかな？一回やってみていい？ああ、対応してないわ、これ。じゃあ俺キーボードでやらない。これキーボード苦手なんだよな。立つコンコン。あ、ダメだ。キーボード、これ、Xbox のコントローラーも使えないのか。まあ、いや、キーボードで頑張ろう。よっしゃ、やりますか。チュートリアルやろうぜ。おさらこんちは。チュートリアルやろうぜ。チュートリアル。俺わかんないからさ。なんかね、逃げる側と、なんか、追う側と逃げる側、まあ、デトバと一緒だよね。追う側と逃げる側がいて、逃げる側からやればいいのかな、とりあえず。あ、違うな、これ。あ、一家としてって書いてあるから。プッシュ、プッシュボイス。Make sure all exits are closed, trapped, or guarded. Make sure to monitor crucial pieces of equipment like generators, the fuse box, and the water valve pump. Fuse box があるらしい。Status of these items play a huge role in whether or not victims will have a chance to escape. これは俺が一家側の方かな。レザーフェイスサイドの方ってこと。Drainage buckets scattered around the map, or by attacking victims directly. ちょっとみんな理解できるようにもう一回行くわ。Part of the family now.あなたは一家の一員。敷地を守りに万全して被害者の脱走を食い止める。はいはいはい。It's up to you to secure the property and stop victims from escaping. The family's way of life depends on it. Keep all doors locked. ドアをすべて施錠する。ドアを全部閉め切って、脱出ゲートをすべて閉め切るが条件か。鍵を多分かけんのかな？見張っておくようにする。発電機やヒューズボックス、圧力パルプなど重要な
装置の監視も怠らないように。あ、発電機を回す人とヒューズボックス、圧力バルクっていうのがあるから、それを使わせないようにするのかな、これ。Make sure all exits are closed, trapped, or guarded. これね。Make sure to monitor crucial pieces of equipment like generators. これゲート、逃げるやつね。これヒューズボックスか。Fuse box and the water valve. で、これはバルブ。The status of these items play a huge role in whether or not victims will have an easy path to escape. Make sure to collect blood from drainage buckets. マップ内に点在するバケツを調べたりとかすると、なんか、ん？被害者の直接攻撃で血を回収って語りよ。集めた血を飲ませるとグランパが力を蓄えより強力。Get scattered around the map or by attacking victims directly. Feed this newly acquired blood to Grandpa to make him stronger. おじいちゃんに血を飲ませるんだ。The stronger he. これね、映画版だとおじいちゃんね、ゾンビになってるんですよ。He is the more powerful his sonar ability will become.そのおじいちゃんが強くなるってことか。あ、グランパが強くなるほどそのソナー能力が強くなって血を飲ませ続けると被害者たちを探知し一家全員見れるに。あー、なるほどね。お小和骨いらっしゃい。おじいちゃん血を飲ませるともう味方てあれか敵がもう全員見えるようになるんだ、家の中。Feed Grandpa enough. なるほどね。He'll give the family new abilities that can be used for the rest of the match. Remember, Grandpa is the best killer that ever was. じゃあおじいちゃんありきなんだね。Hunt down the victims using abilities and teamwork. Look for signs of movement and listen for noise. Pay attention to your surroundings. 有利にできる。Keep your eyes and ears open. You never know where one of those. ちなみにこれはあの一家側なんで、これお兄ちゃんですね。お兄ちゃん、このレザーフェイスの長男で、さっき言ったおっさんみたいな人はあの警察官ですね。あの人、警察官を殺して警察官になりきった人。多分これ3人かな。これレザーフェイス。family member has a unique ability that can help hunt and track down victims. Careful though. Some abilities. とにかく一家側は血を集めることが目的なんです。Once you locate or find a victim, make sure you have a plan. Try to set up ambushes or catch them off guard. ああ、なるほどね。Direct approach isn't always the best, so use your fellow family members. ああ、なるほど。一家と、あ、待って、じゃあ4人4人か。Once your plan unfolds, 違う、3対4か、これ。1人じゃないんだ。キラー側って3人いるんだ。And remember, if you do manage to successfully hit or execute a victim, take that blood to Grandpa. Dead by Daylight は1対4だけど。He's hungry.じゃあ敵も仲間がいるんだね、これね。Oh, don't let a single victim escape. 3対4だ。We win as a family, or we lose. 仲間とじゃあ協力して、その侵入者を倒すっていう感じなんだね。なるほど、なるほど。こっち見てみよう。俺どうなんだろう。逃げる側を最初やってみようぜ、一回。これはあの逃げる側のサイドですね。一番最初は捕まったところからスタートするらしい。これ個人行動できるのかな。なんか暴言吐かれそうだけど。So move quietly and make the right decisions. Your life depends on it.Stay quiet and hidden. 静かに行動するらしい。もう草むらに隠れた方がいいらしい。making excessive noise. Use shadows and tall foliage to stay hidden. そういうとこも隠れないんだね。Take cover behind tall objects to break line of sight. And last but not least, これ絶対見つけにくくない？ Use the environment to your Wall gaps, crawl spaces, and unique hiding spots like freezers, armoires, and even vehicle trunks. 使えるものはちゃんと感じなんかな。Use them.Watch out for objects that make noise. Moving too fast in the environment can spell disaster. Searching for items slowly will drastically increase your chance of survival. それで気づかれるんだ。Even moving too fast through doors can give away your location. So stay calm and move quietly. The family is always listening. Find useful items. Tools can be used to break locks on doors. Health items can heal you. While bone scrap can be used to sneak attack.Or even confront the family directly.
回復アイテムがあるの。You can only carry two items at a time, so choose wisely and try to plan ahead. とりあえず最初被害者からやってみる。The heavy metal doors almost always lead out of the basement. Find and open them. あ、これでドアで開けて脱出するんだ。There are multiple escape routes located on the outer edges of the property, so find a way to open them. Some escape objectives like the fuse box and water valve pump require specific items to activate. These items can be found scattered around the property. Be on the lookout. Escape the family. Having trouble finding an escape option? When in doubt, head towards the main road or rear gate. Those are usually the easiest option.ゴールなんだね。あの細い道を走り抜けないと後ろから追っかけてくるやつ。あ、そうか。The basement door requires you to find and repair the fuse box, while the water valve gate needs the pressure valve handle to open. とりあえずやるか。とりあえずやってみましょう。やんないとわかんないからね。じゃあおマリアこんにちは。クイックマッチでいいのかな。パブリック。とりあえず俺は被害者としてマッチ検索。これはやってみないと分かんないしね、うん、とりあえず慎重にやろうよ。こう音を出したりとかすぐ走ったりとかしないでゆっくりしていきましょう。やっぱこう慎重さが大事よ。他の子ワコワコいらっしゃい、こんちゃ。よし。Hey, run away. Just run away, forehead. なんか喋ってる、キャラクターが。Dustin, we're getting shot at, bro. We're getting shot at from behind, bro. このパイオツのでかいチャンネルにしよう。あ、ちょっと、I... なんか誰か喋ってるけど。I missed every single shot, bro. とりあえずこのジュリーってやつ使いますわ。なんか外人多くね。ちなみに俺の声通ってないっす。で俺が喋るとここ記録なん。これどうやって喋んなきゃ。プッシュトークをすると多分ピーって喋る。ロードアウトできねえのか。もう一回これチェック外してんの。まあとりあえず何事も慎重にやってみますか。レザーフェイス、コック、ヒッチハイカーなんだよ、名前のこれね。で、ジュリー、リーランド、アナ、コニーか。慎重に行こう、慎重に。でも俺、操作わかんねえよ、俺。どこのボタン押すとかわかんないんだけど、これ大丈夫なのかな?やべ、緊張してきた。すごい緊張してきた。どうしよう。俺の辞書に慎重って、いや。何の音ラメすすってんの。 PVP は久しぶりだね。デトバ以来だ。誰かマイク吸ってた。速やかに行動して隠れたままやり過ごす。はい。使えるアイテムは必ず見つけること。で、脱出ゲートを解除して逃げると。このオレンジ俺っす。これ何、E ボタンを長く押す。あっ、この最後までマックス音立てるとあかんのか。はい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 。これ仲間っすね。とりあえず行きましょう。ほっといていいのかな。怖いんだけど。まず使えるアイテムなんだろう。
ユミユミこんにちは。これ体力だって。体力回復。これいきなりガバッと上げてきたらさ、めっちゃビビるくね。小さな。あ、これでこの音量が赤くマックスになってしまうと音を立ててしまうからゆっくり小さくやらなきゃいけないんだねこれね。あ、アイテム2つしか持てんのかなこれ。これアイテム2つしか持てないっぽいな。ありゃこんにちは。うん、音に気をつけないとうるさいってなっちゃう。多分こういうとことか通ると多分音鳴っちゃうんだ。2つか、2つしか持てないんだ。とりあえずどうしようこれ。どっち行けばいいんだろう。あの人あっち行くの。すごいね、みんな結構慎重に開けてるんだね。俺も行こう。ちょっとこれ味方について行こうかな。え、今音立ててなかったこれ。これは脇から入るやつだ。隙間に入るって書いてある。Maybe through here? I can get through. これ場所わかんないよね。なんか来てんのこれ。おせりコンチャス。なんか来てんの。何の音なんだろう。誰かやられてんの。誰かやられてんのかな。レザーフェイスの隠れ家。タイこんにちは。まず何をすればいいかわかんないもんね。これは何なの。これはどうしてピッキングツールって書いてあるよ。これは普通に開けられないんだ。切断。これを通ると音が鳴るってやつね。お兄ちゃん、これどうやって逃げんの。どこに行けばいいかわかんない。ゆずきわこつこんにちは。マップないじゃんねこのゲームね。そういえばね、脱出するとかわかんない。閉める。あ、いらっしゃい。今ねこれは通れない。くそー。あ、これでグランパが起きるから俺らの居場所がわかるやつだ。嘘でしょ。あ、これで来るんだ。びっくりした、めっちゃびっくりした今。今ちょっともう手探りでこれ脱出じゃない。ピッキングツールないと俺これ脱出できねえぞ。そう、広範囲を今。なんなのこれ。グランパっていうおじいちゃんがね、なんかこう起きると俺らの居場所はバレちゃう。ピッキング道具ってどっかにあるのかな。なんかさっきの女の人がさ、ケツ一生懸命ガチャガチャやってるのってこういうことだったんだろうね。音を立てるとドカンってやってくるからゆっくりゆっくり動いてる。さっ
きの黄色がわからん。なんなんだろうね。ピッキングツール探そうぜ。これは何？これは体力か。体力。ピッキングツールはどこにあるんだろう。お、グミこんにちは。ヒューズボックス室のトンネル。この黄色なんなのこれ。近いってことかな。まだ分かんないよね。身動きするとグランパに気づかれる。で、心臓ドキドキしたそうなんじゃないの。動くとバレるってことらしい。今デッドバイデイライトとジェイソンだね。ツールボックスが分かんない。これ、これか。あ、でもこれピッキングツールって書いてあるの。あ、こん中に入ってんだこれ。箱を開ければいいんだねこれね。ピッキングツールを回収。あ、ドライバー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 取った、ドライバー取った、ドライバー。これ小さな骨持ってないとこれ切れないんだ。え、何、どうなってんの今。え、何これ見つかってんの。え、待ってこれ、何これ、何これ、何これ。誰か追いかけ回されてね。今誰か一人逃げなかった。今逃げたって出てたよね今ね。何の音、何の音、何の音、怖い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 。二人に逃げた。あ、ラッパンこんちは。え、ってことまだ俺一人しかいねえじゃんこれ今。味方が一人いる。お仲間が一人いる。二人逃げたの。二人逃げて一人やられたんだ。二人脱走して一人逃げて、あと俺ら二人しか残ってないんだ。これなんなの、これ近くにいるって証拠なのかな。1人脱出、1人死亡、残り1人になって、残り1人が、え、残り1人って表示できないのこれ。気づかれてること。おい、回線切ってるやついんな。体力大丈夫、わかんない、体力がわかんない。どれが体力なの。あ、心臓の、心臓のマーク？いや、マックスになってるよ俺の体力。あれ？これ味方か。あ、これ味方や。右下の黄色いのが体力。あ、これ黄色のマックス。なんか今ウホって言った。これは開いてないの。ヒューズボックス直す。あ、それ俺ドライバー持ってんだ。ヒューズボックス探そうぜ。あれれれれ、これスペースでダッシュなんだこれ。
これスペースで出してるんだ。やばい、どうしようこれ。上、俺上から逃げるわ。じゃあ上から逃げるわ。え、これ、これ帰れんじゃね俺。外出れんじゃね。誰かが開けたの。いやでもこれ外逃げれないんかこれ。出口どこにあるんだろうね。外だけどこれでも逃げれんくない。外だけど逃げれんくねこれ。で、出口がどこにあるのかわからんんだけど、どこだろうこれ。ここ出口じゃないんじゃない。ピッキングツールだもんな。おけんちゃんこんにちは。あの黄色いのはそうか。あの黄色いの、あ、なんか地下から脱出してる人いるな。心臓の赤いのはこれ回復しなきゃいけないんでしょ。回復も見つけなきゃいけないのか。ダメだ、外出ても何もなかった。帰ってきたけど、ちょ回復探そう。回復、ちょ回復探そう。あーやばい、ちょっとやばい。やばい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 、もう鍵が開いてないんだけど。こんなやってくださいみたいなもんだろお前これ。痛い痛い痛い。これわかんねえな。これはわからんわ。やばい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 、もう嬉しそう嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。チェンソーの舞。これわかんないね。何をすればいいかまずわかんないから。おろちゃんこんにちは。出口もどこにあんだかわかんないし、あの周りの黄色いさ、こう黙々もわかんねえよな。これはもう完全にやってってわかるまで覚えるしかないね、これはね。とはわこっついらっしゃい。わかったことは、ピックツールと体力を気にしなきゃいけないってことかな。俺最後の一人だったね、最後。いろいろやんなきゃいけないこともあるから、そう、経験積んでやっていくしかないでしょ。だからみんなもなんかわかったことがあったら教えてくれたら。とりあえず、出口をまず探さなきゃいけないよな。出口をまず探さんとな。黄色のモヤモヤって結局何だったんだろうあれね。あれ見つかってる状態なのかな。心臓の赤いのが減る、あのね、なんか心臓マークのなんかこう黄色いゲージみたいのが、あれを上げなきゃいけないから、常にこう回復をしつつ動かなきゃいけないのかな。これ帽子ちゃっ、あ、いいんだよね。俺帽子ちゃっと折ればいいんだね。明るさ明るさ、音が賑やかなゲームだった。何してんだかさっぱり俺も分かんなくてさ。 OK、 黄色から赤のモヤモヤになるから見つかるってこと。隠れるのも重要なんだよ。黄色のモヤモヤ、グランパに見つかってる状態なんかな。どうなんだろうね。グランパは起こされて、キッたちをグランパにあげると俺らの居場所がわかるっていう感じらしいんだけど、
じゃああれはグランパ起きてる状態がもうああいう状態なのかな。地図がないからね、そうなんだよな、全く分かんなくてね、まあ、とりあえずやってみてもう覚えるしかないよね。とにかくやってみて覚えるしかない。これは黄色が結局近くにいたってことなんかな。あれ2階だったじゃん、俺が1階で敵が2階にいて、多分それが近いっていう感じだったんかな。そういう感じなんかな。グランパ起きてると黄色い枠になるのか、どっちなんだろう。ちょっと今明るさ変えた。赤が見つかってる状態、体力が減ってるから赤くなってるとかなのかなと思ってたんだけど、見つかってる状態なんかな。あれキラー側やったら分かっかな、これもしかしたら。あ、そう、ヒューズ探してバルブ探してで、なおかつバッテリー上げて脱出しなきゃいけない。黄色のモヤモヤってもしかしたら音がグランパに聞こえてるって意味なのかな。いやでも俺、あ、でも分かんない、味方がもしかして動いてて、とりあえず一回やってみようぜ。とりあえず一回やってみよう。一回やってみて理解しできるまでやってみよう。何事もやらないと分かんない。音にも注意して。え、でも俺さ、すげえ慎重じゃなかった？俺本来だったら多分あれも、俺もうあれだよ、壁突き抜けてんぞもう。おそろコンコンいらっしゃい。壁突き抜けて、俺壁破壊して逃げるぞ俺。オシエルいらっしゃい。今ね、頑張って理解しようとしてる。動くに見つかるって注意書きの時は動かない方がいい。そう、俺だからそれはその時はゆっくりとしてて俺動かないで、よっしゃ一回とりあえず逃げよう。俺これミスったんだよね。これをまずゆっくりこうやってまず脱出して、 OK 始まった。じゃあまず回収するものなんだ。ピッキングから行こう。よしよしよし。なんだ？はあ！ちょっと待って！はあ！ちょっと待って！なんかいたぞ今。なんかめっちゃあのチェーンソーに電源入れてたんだけどあいつ。そんないきなり最初からいるもんなのかあいつは。冗談だろ。ちょ、まあ、橋になってバレるから。びっくりした。ああ、取られちゃった。やっぱあれ敵が近いから黄色いモヤモヤがあったんだあれ。やっぱり。で俺の目の前で電チェーンソーの電源入れてたよ今。ブーンス。だ敵の意味だったんだあれね。あ、やめよう、怖いから。びっくりした今のマジで。なんか味方ここにめっちゃ溜まってるけど。ちょっとどいて俺行くから。やっぱ黄色いモヤモヤ敵が近いって意味なんだね。わかりやすいね。なんでみんなここ溜まってんの。みんなここにいるんだけど。はいはいはい、混雑してます今。4人で固まったら OK みたいなことあるのかな。そう、みんな一緒に、なんかみんな一緒に行動してるくね。何や。いやでも嬉しいね、やっぱ味方がいてくれるのはね。体力体力。それぞれの役割があるんかな。これは？あ、小さな骨持ってないと無理だ。あ、これ近くにいんじゃないこれ。近くにいそうだね。回復してあげる。はい。小さな俺骨もらうわ。これは小さな骨もらうあると、なんか、わかるやつ。あグランパ落ちた。おじいちゃんお目覚めです。おじいちゃんの目、お目覚め来たよ、お目覚め来たぞ。
そう堂々とドア開けんのこれ。おじいちゃんのお目覚め。これここでみんな固まってると、これ大丈夫なんこれ。騒音で起きたんかなおじいちゃん。体力だ、待っとこう。こいつらさ、もう隠れるってこと絶対しないよね、なんかね。完全にわちゃわちゃやってんもん。誰かいんのこれ、近くに。これは近くにいるって証拠なんでしょ、広いから。あ、やべ、チェイスの音聞こえる。なんかみんなお腹みんなお腹痛くて、あのトイレ我慢してる人みたいになってるよこれ。これあ、いるいる、あそこにいる、ほら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 、いた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 、怖い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 、なんか来てる、なんか来てる、なんか仕事してる。あ、やべ、これ来るんじゃない、こっち。グランパ、グランパ無力できんのこれ。やべ、来た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 来てる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 、あ、お前敵かよ、俺味方かと思った俺。味方かと思った、敵なんだこれ。早く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 逃げて。これどこまが、どこが脱出なんだこれ。どこまでが脱出なん。やべやべやべ、兄ちゃん来てる、兄ちゃん来てる、兄ちゃん来てる。やべ、なんで俺のとこ来んで。痛い。ちゃっかりドア閉めて帰ってった俺。やった、脱出できた。やった、脱出できた。あとこの子たちがまだ脱出できてないんだね。初成功や。しかもさ、俺がドア閉めた後ろ味方いたよね、あれ絶対やられてないじゃん。あー、頑張って逃げてる。あー、これはかわいそう、危ない。逃げて逃げて逃げて、早く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 逃げろ、早く逃げろ。やべ、怖い怖い怖い、後ろ、後ろいるんだよこれ。おーおー、怖い。あ、閉まってる、ドア閉まってる。ごめん、それ俺が、ごめん、俺が閉めたやつだ。いやー、これ悪いことしちゃったよ。俺が閉めたやつだ、さっきの。俺のせいです、これ。ごめんなさい、僕のせいです。これ閉めたら時間かかるんだね、開けんのにね。うわー、これ悪いことしたわ。もう意地でもドア、完全に俺のせい。やばいやばいやばい、あーやばい、うわうわうわ。3人がかりで、3人がかり。レザーフェイス全然、レザーフェイス全然役割果たせてないや。もうチェーンソーぶん回してたけど、兄ちゃんたちに取られてたで。あとこの、こいつだけだ、このプレイヤーだけだ。これ3人で1人群れ上がったから今ね。レザーフェイスチェーンソー一生懸命振り回してた今。お兄ちゃんに取られちゃった。次ちょっとドア閉めないようにしましょう。あの閉める癖やめましょう。うまく隠れてる、これ。これは絶対見つかんない。で、グランパが今寝てるから、グランパ起こされたらちょっと場所バレちゃうかもしれない。これだって分かんないでしょ。出口待たれたら無理だね。地下に行っても逃げるしかないじゃん、あと。開けっぱなしにしとかないと。怖いよね。めっちゃ探してるやん、ほら。めっちゃ探してる。おにゃんこお疲れちゃん。ホラーゲームでいつもドアを閉める癖が。出口多分3つって言ってなかった？地下にヒューズ開けて開けるドアと、上にある出口と、あとなんか、あ、グランパ起きた。
グナップ起きちゃったよ。3つあるとか言ってたよね、なんかね。これキラー3人いるんですよ、3人。これだってグランパ起きてるから場所バレるよね。出口どうやって超探してる、うん、グランパ起きちゃった。3対4の、そうそう3対4。珍しいよね、キラー3人味方4人っていうの。これ難しいよ。でもこれ出るタイミング難しいっしょ。みんな一緒にいたんだけど、多分俺がドア閉めちゃったから、俺がドア閉めちまったもんだから、多分俺のせいなんです。これ多分こうなったのも俺の責任です。もう自分さえ良ければいいという考えで、こうドア閉め切って帰っちゃったんで、キラーからはなんとか逃げ切れたけども、犠牲がちょっと大きすぎる。2人という犠牲を恨まれるよ、これ。最後の人はね、これこの人がどうやって逃げるかだよね。グランパ向こうか。でもグランパの場所、あ、グランパレベル2になったね。ほら、多分これで場所バレるんじゃない。どうやって逃げんだろうこの人。そう、無力化しなきゃいけない。さっきだってグランプ無力化してたもんね。レベルがマックスになるとなんか能力を得るみたいな話書いてなかった。あ、見つかったんじゃないこれ。さっき目の前になかった。今やべえ、キー切ってる、怖い。あー、見つかってる。うわー、これはまたもやレーザーフェイスの仕事取ってく兄ちゃん勘弁またレーザーフェイスの仕事取っちゃったよこれは毎回兄貴に取られてるやんそりゃこうなるわ。多分ブチ切れてるで今これ。いやー、でもこれは他人、他のプレイヤーの力借りたからな。俺個人的に一人で逃げれる方法やんないと。リサおはよう。そう、ドアし、俺がドア閉めちゃったから二人が亡くなりましたシェシェこんにちは。このチェーンソーの前は向こうが勝った時だね、うん、よし、何回もやって覚えよ。何回もやって、だいたい今2回目だから、ドア閉めちゃいけないってことが分かりました今回のでまあ俺がやっちゃったようなもんなんでこれね。もうそうなんです。キラーやってみる。じゃこれ終わったらキラーやってみようか。この回終わったら、うん、そう、今度はちゃんと他の人も考えないと。これなんかスキルをなんか上げられるみたいだよ。俺がチェーンソー、いや俺はチェーンソー持つ側じゃない。チャージ速度上昇とかスタミナ系なんか上昇とかあるよ。持続時間が延長と書いてあるよ。スタミナとか、スタミナ上げる。あ、レベルが足んないんだこれ。レベルが足んないんだ。交換してくれって言われたんだけど。やだよ、何言ってんの、ダメだよ。うん、俺はこのキャラクターがいいのなんかお、このおっさん使いたくねえとか言ってさ、なんか俺に交換条件を突きつけてきたんだけど、ダメだよさあ俺は逃げる側今ねよし、次は大丈夫かな、逃げれるかな。あ、でも一家のさ初めてじゃない、こう女性がいるのこれ。キャラでやられる。いやだってさ、ね、やっぱここまで来ておっさん使いたくないやん。同じキャラクターは選べないんですよ。なんかどっちかっていうとここにいるキャラクターを選ぶしかない。胸の開きが気になる。確かに胸が大きすぎるんだよ。そう、交換できる。ただ向こうが了承してくれたらね。アイテム探そう。とりあえず切るものは分かった。
あとピック、ロックピックとかこういうものをどこで使うかで、こういうとこ開けんだろうね、多分ね。ドライバー使ってたから、なるべく開けられるところを開けて、ちょっと気にしながら行きましょう。行くぞ。ちょっと音を立てないように、音を立てないようにね。でもさ、さっきリスポーンした時にもう目の前にいたからめっちゃびっくりした。あれ俺一人か、これもしかして。あ、今回俺一人だ、ここ。OKOKOK。 あれ、これ近いんじゃない？待って、これ近そう。なんか近くにそれ怖い。あ、いるわ、近いわ、これ。ちょ、逃げとこ確保しよう。オッケー、いなくなった。よしよし、こう。これ向こう人じゃない、これ。うわー、この女の子を追っかけてきたのかな。いや、怖い、近くにいるんだ、これ。隣の部屋にいるっぽいよ、これ。おじいちゃん起きたな。おじいちゃん起きの早くねえか。もう起床の時間か。どっから来るんだ、これ。これそこの部屋にいるっぽいな、これね。怖い。これ体力や。うわ、怖い、近くにいた今。降りた、こんにちは。チョコボはこっちいらっしゃい。どこにいんの、これ。外にいんのか。どこにいるか全く分かんないよね。やばい、怖い。後ろに、いなかった。あぶねえ。怖いよね、後ろが見れないから怖い、このゲーム。あ、ピック。脱出したやついんのも早くねえか。もう脱出してる人いんの、これ。あ、ピッキングツール来たよ、これ。ほら、ドライバー来たから、どっか開けられる場所探そうぞ。これ地上に出たやついんの、これ。これってどうやって、あっ、あ、こうやって、あっ、あっ、そういうことなんだ。そうやって開けんだ、これ。そうやって開けんだね。今初めて知った。マウスでカチャっていったところを、 E ボタンをこう連打すると開けられるみたい。あれ全然どうやって、これなんかさっきなんか E ボタン連打したけど何も反応なかったから、何なんだろうと思ってたけど、そういうことなんだ。失敗すると壊れるみたい。ほら、こういうところをピックツール使って開けなきゃいけないんだ、本来。え、来たんか、本来ならね。だんだんやり方分かってきた。から行きましょう、こっちから。今度はね、他の人の力を借りないで、自分の力でなんとかやりたい。いつ
つもながら飲み込みの早い。いやちゃんと理解しようとして頑張ってやってるからね。それなりにじゃないと何回もやっちゃうとさすがに味方に申し訳ないからね。あれ？びっくりしたー！敵やっつける武器がないみたい、今回は。めっちゃ汗出た今。怖え！今のは怖い。今のは怖い。これ脱出ルートどこ？こっち？今のめっちゃいい。びっくりしたわ俺。脱出ルートどこだろう？あれバレなかったらしい。脱出ルートはどこ？これ？これは？これ上に行くかい？いやめっちゃ怖かった。多分ね見てなかったんだろうね。無駄に動かない方がちょっと前が見えない。これどこ？これこれどこ？グランパって寝てるでしょまだ。待って、これどっから脱出すんだ？これか？脱出するとどこだ？これかな？うわ、これ苦手なやつ。どれ？これ？いけるか？頼むよ！初めての脱出できるか？叫んでる。開いた。いけるか。逃げれるか。いけるか。いやめっちゃ心臓ドクドク怖いわこれ。開いたけどこれどこれいける。裏口どこだ。これは発電機が回りましたね。これどこ脱出。これはどっから帰るんだ。わかんない。これどこ。井戸はあるけど。We never should have come here. あれかな。開いてる？もしかしてこれ。あれ俺出口かと思っちゃった。待ってこれあれ。ピッキングツール俺持ってねえぞ。ピッキングツール持ってないから、ピッキングツールで本来ここ脱出するんじゃないの？ピッキングツール持ってきてないぞ俺。マップがないからね。あれ？おい。おいー。おりのりろこんばんは、こんにちは。おいー。おいー。今、ちょっと嘘でしょ。回線切られたんかこれ。え、回線切られたの？せっかく今いいとこだったのに。嘘。マジで回、今いいとこまで行ってたのに。ロックピック探して脱出できるかなと思ったのに。あ、前見、おつおつ。ねえ、出口ようやく。誰か落としたんかな。あとちょっとだ。回線落ちやすいんかな。あといいとこだったでしょ今の。不安定なのかな。今めっちゃ今これからって時に萎えるわ。萎えるわマジで。ほんまに今のはシュンってなったわ今。オンラインあるあるだよねもうね。あのジェイソンのゲームもそうだったじゃん。奇跡のスルーまでね。あれは良かったな。でもな、そうピッキングってやっぱ大事。でも時間かかるわあれ慣れるまで。慣れるまで時間かかる。
よし。不安って多分回線切ったんかな。そう、アイテムは2個しか持てない、このゲーム。アイテムは2個しか持てないのと、まだね、全部が全部理解できてないんだよね。その固有パーツみたいのがあるっぽいんだよね。どうやらこのなんかさ、このキャラクターたちのさ、これ見てみるとわかるんだけど、なんかこういうなんか固有があるっぽくて、回線混んでんのかな。バルブムーンまだ一回も見てないよね。Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. まだ使ったことないから。とりあえず行くか。まだ不安定。あ、そうなんだ。まだ切断されちゃうんだ。そう、発電機もまだ見てないからね。まあこれ、このここのこちらのその逃走の方をクリアしたら、ちょっとキラー側やってみようかなと。あ、今度友達がいる隣に行こう。今度ね、友達が隣にいるから。おい、音立てんなって。おい赤いものを立てるな。こっち来んぞあいつ。近くにいるのは怖いんで、僕あの離れますこいつから絶対誰もが通る、絶対誰もが通るんだあいつすげえ音立ててんだけどあいつ真っ先にやられるやつだな友達多分初めてなんで。まあ俺もやったけどね、やり方わかんなくて。でもあの走りっぷり見てると多分操作わかるやつですよあれおとり作戦なの。いやあれ絶対分かってねえだろ大丈夫じゃないでしょ。とりあえず俺たちをゆっくりと探そう。とりあえず今体力しか取ってないから、ピックを探そう。ピック探そう。ピック探そう。とりあえず見つからないように。これあれ着てるか、これもしかして、もしかして着てるっぽい。や、大丈夫だ。ねえ、何その音立てるとさ、こう俺んとこ来るんじゃないのこれ。あれ、なんか一人暴走してるやついんぞなんか一人めっちゃ走って暴走してるやついね。マジ怖いんだけど。とりあえずロックピック取ったから、さっきのお友達でしょ、隣にいたやつ。うわっ、嵐じゃないんじゃない。あ、でもそういう嵐もあるか。なんかわざと味方に、でもそしたら味方につき金いるでしょ。脱出ルート探そう。脱出ルート OK。 あっ、くそー、もうこのおじいちゃんに毎回びっくりするんだけどおじいちゃん起きるとびっくりするんだ。とりあえずどこが出口なんだ。出口がマジで分かんない。出口が本当に分かんない。これそうかな。ドア閉めてキラーの止め具を離す。これでいける？これはどこに繋がってんだろうね。体力があって、これは触んないで。これはどこに繋がってんだろう。これ上から落ちるとこじゃないこれ。あ、バルブあったよ。ほら、ここにあったバルブ。バルブのハンドルがあったらあれ回せばいいんだよね。でもバルブって何の役割に果たすんだろうね。ロックピックも結構あるし、これもしかしてちょいちょい見えるこの黄色いやつ、あれ出口じゃないのあれ、思ったんだけど。ハンドルがない。もしかしてあの黄色いのって出口なのかな。あれ出口っぽいよね。なんか俺もそんな感じしてきた。敵いたな。
家に戻ってったか。待てこれキラー2人いんだけど同じ位置に。3人集まってる。やばい、ちょっとキラーが3人集まってる。これ見つかるも時間の問題じゃね。待って、おじいちゃんも叫ぶんか。ちょっと動けない。あー逃げろ。やばい、ちょっともう俺しかいないんじゃねこれ多分。あ、間違えた。マジで自分で自分を締めちまった。ちょっとこれどっか逃げるとこ欲しい。間違えて俺逃げ切ったと思ったんだけど。なんでグランおじいちゃんが教えてんのかな。おじいちゃんが教えてる説ある。もうどこだこれ。うわー、もうこれ逃げれるかな。これちょっと怖いよね。逃げれるんかな。回復ないもんね。回復ね。逃げれるんか。俺もここのフェンス登ったらオッケーみたいなところあると思う。もうやばいね。体力がないね。あともうちょっとしかない。もう地下から脱出していくしかないのかな。ちょっとなんで見つかるんだ。あっね。やばい。あーダメだ。無理だ。逃げね。これは逃げれないね。これあ、まだ一人いたんだ。あ、みんな外にいたんだね、これね。これはちょっと分かんないね。でも黄色いドアが出口だって分かったから。レザーフェイスいつも遅れてくるよね。囲まれすぎた。いやー、あれタイミング悪かったね。外出た瞬間3人ぐらいいたから、もうあれはマジで運がなかったわ。地下の出口が分かんなかったな。これどうやって外出るんだろうね。マップがないからどっから脱出するのか分かんないね。あのおじいちゃんマジで厄介やで。多分これね、みんな迷ってんだよ。俺の範囲は自分で自分の扉で閉めて閉じ込めたことですね。もう一回やってみるか、もう一回やってみよう。いや、なんかこう見てると参考になるかなと思ったんだけど、多分みんな初心者っぽいな。でも見てると外はマジで分かんない。外出ちゃうと。あ、今2人生き残ってんだね。マップ覚えないと先に。そう、自分であれでマップはね、なんかマップは同じ。なんかね、夜と昼で分かれてる。夜の場合は結構逃げやすかった。でもね、やっぱ暗いから。昼間はやっぱ明るいから結構バレちゃうのかな。あ、ロックピック拾っ、いいね。グランパの力がなんかマックスになったらしい。身動きするとグランパに見つかるって。音関係なく動くと、いや、グランパが叫んだ時に俺たちの位置が分かるの。あと叫んだ時と、叫んだ時だよね。あと固有は、あ、ここはなんだ。
多分このままではグランパにってなってるのは多分なんか能力が発動してるんじゃないの今。あーこれはもうダメだね。これはね、あいいね。そっかこれキラーは先読みしてたんだけど、マジか。あ今なんか開けようとしてる。ほら多分この状態になってもう心臓バクバクいってるんだよこれ。あこれどこ出口違う。外出たくないこの人。ジェネレーターを。これもなんかやらなきゃいけないんだこれ。もうすでに壊れたよ。出口どこなのちなみにこれ。光ってるやつ、あれが出口。え違うのこれ、どこに行くんだ。もうこれ一人だね。なんで中に戻ってってんだろう。ピックが必要なのかな。いやでも回復しか持ってないんだこの人。ピッキン、まあ、ピックツール探してる。そりゃビビるわ。くぐった先にレザーフェイスいた、それビビるわな。今のは怖い。壁抜けた先にまた壁があるみたいな肉の。それは怖い。これピックツールないと多分脱出できないんでしょ多分この人。ちゃんとツール持ってないとダメだねこれね。あー出てきた。体力削りながらも削りながら落っこってきた。背中切られてる。回復でも2つ持ってるからこの人大丈夫だ。ピッキングは絶対残さないとダメだな。さっきも俺もピッキングなかったから脱出できなかったからね。音を立てるとグランパに気づかれてる状態なんだこれ今。回復1個か、むしろ回復無視でピックツール2つぐらい持ってないと難しいんじゃないこれ。見つけた。これでもう一回さっきのところに外出てれば脱出できる。今何回もある5回目だっけ。地下からの脱出が分かんないんだよね。地下にも脱出があって、なんか3つ脱出があって、なんか上の外に1個と地下に1個とあとどっかに1個あるらしいんだけど、地下の出口って俺分かんないんだよね。多分そのジェネレーターを回して開けなきゃいけないドアを地下にあったか、多分それがそれっぽいんだよね。鍵を開けるのにだいぶ時間かかっちゃってるだけ。あと1個どこなんだか分かんないんだよね。あ、敵来た。多分時折見えるその黄色いなんかドアのマークみたいのは多分それがそうなんじゃない。この人もよく最後まで持ってるよね。しかもちゃんとくぐるとこはちゃんとゆっくり動いてるんだこれ。いやここまで来たらクリアしてほしいよねこれね。ここまで来たらクリアしてほしい。いやこの人普通にうまいと思うよ。
そう、今度は黄色いドア確認していきたいね。参考になる。いや、だいぶ参考になる。人のやってるとこ見るのは。多分出口探して、あー敵来てる。いや、やられてほしくないな。おお、うまい、今のうまい。いや、最後までこれ頂上いけるんじゃない、頑張れば。いや、でもこれ出口が、俺絶対迷うやつだここで。ちゃんと脇、ちゃんと脇通ってる。あ、でも体力ない、体力がない。いや絶望的だろこれ。あー、いや、よく逃げたわこれ、よく逃げ切ったと思うよ最後まで。お、村ちゃんこんにちは。でも結構分かったね、うん、これは無理でしょ。だって2人に囲まれてたもん今の。あとちょっとだったんだけどね。いやー、逃げ切ってほしかった。よし、これで勉強になったわ。次は大丈夫でしょ。だんだん分かってきたね。もうみんなも分かってきたもんね、だんだんね、どうやるべきかは。ただ地下の脱出が分かんないからな。あー、おいちゃんありがとう、ナイスパー、ありがとう。今飲み物も飲んでる、今コーヒー飲んでる、コーヒー飲んでますよ、ありがとう。キラーも結構な、そのキラー側もやったことないから分かんないけど、なにこれ、え、着替えられるんですか。あ、着替えられる、これ見て、ほら、あ、なんかレベル上がると服変えられるんだねこれね。レベル上がると服変えれるみたいだよ。うん、鍵を開けたいね。そう、鍵開けられるかな、あれ、これなんかつけたいね。あ、なんか装備変えれるんだねこれね。これこの辺も見ときたいなこれね。なんかいろいろあるみたい。白にしよう。全6会場ジージの人実況するなんちゃら。なんか確かに、いやでも勉強になったからだいぶ。あ、今回夕暮れなんだ。とりあえずさっき偶然一人じゃなくて、そのみんなが脱出してくれるルートを作ってくれたから脱出できたけど、今回一人で脱出してみたいよね。いや、だからさっきのさ、回線が切られないで、そのなんだろう、ホームに戻んなければ、もしかしたらワンチャン俺も脱出できた説あるぞ。あれ、アイテムは2個しか持てない。でもね、多分キラー側も結構大変だと思うよ。あんなに行くんださ、ステージをさ、4人見つけなきゃいけないっていうのが多分大変だと思うんだよ。だからおじいちゃんの存在って多分だいぶでけえと思うんだよあれ。キラー側の目線でどうなってるかだよね、そう考えると。よし、今度こそ一人でクリアできるようにしよう。頼むよ。Search continues in Muerto County for a missing University of Texas student. The sheriff's department says Flores, a native of Uvalde, was おじいちゃんの無力化も忘れん。でもおじいちゃんの場所が分かんねえんだよな。外の脱出ルートを目指して行った方が分かりやすいのかな。夕方だからね。地下よりも外の方がいいんじゃない。ジェネレーター破壊して行った方がいいんかな。お、俺一人じゃない。頼むよ、音立つね、隣。頼むよ。ダメよ。ゆっくり、静かに。あー、静かにやって。そう、静かに頼むわ。おし、OK。ピックツールと回復だけちょっととりあえず回収しよう。OK。よし。行こう。あ、出口じゃない、あれ。ちょっと待って、黄色の見に行きたい。黄色の見に行きたい、黄色いの。
これ出口かな。これ何なんだろうね、これね。あ、やっぱ出口って書いてある。ちょっと敵してる。ちょっと待って、これゆっくり敵来てるっぽいな、これ。ちょっと俺白いから超目立つ。あー、味方がいる。ちょっとちょうど近くにあったわ。ちょっとこれで一回開けてみる。あれ開くかな、一回で開くのかな、あれ。一回で開くのかな。よし、行こう。頼むよ。頼む頼む頼む。開け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 。よし、開いた。で、じいちゃんが目が覚ました。俺の開けた限りは目が覚めたか。いいね、開けたぞ。おお、怖え。近くに今下にいた。下、怖い怖い怖い。早く上がってこい。トムトムトムか。早く上がってこい。もしかして俺があの上級者だと思い込んでんのかな。バレてーら。これ多分上に上がってくんぞあいつ。おーしよしよしよし、早く行こう。で、次の出口どこ。これ外出れてるんだよね、もうね。これは違うもんね。次の出口、あれあれ地下じゃないの。おそらくこんにちは。多分俺超あ、おじいちゃんいた。おじいちゃん、じいちゃん、え、うわーっと、痛い。おじいちゃんの近くにまさかの敵がいた。いや、びっくりした今。おじいちゃん無力化できなかった。なんで敵いたんだろうね、近くにね。もう一回おじいちゃん無力化してくる。じいちゃん無力化してくる。じいちゃんどこにいたっけ。この辺にいたよね。うわー、おじいちゃん、おい、じいちゃん、あれ、じいちゃん無力化できねえぞ。How did this happen? How do people like this happen? なんかおじいちゃん無力化できないんだけど、これ役割があんのかな。わかんない。なんかおじいちゃんなんか、ま、無力化できないんだけど、骨ないと。あ、骨が必要なんだ。あ、骨がないとダメなんだって。ナイフ持ってないとダメらしい。くそ、ナイフも必要なんだ。なんか鶏が俺の居場所教えてんだけど。それにしたってもだよね、これどうやって出口。これ出口かな、これ出口。あ、これ圧力バルブがないと開かないんだ、これ出口は。なんか敵キラーがいる。圧力バルブが必要なんだって、これ。ほら、誰かはバルブ開けないと無理。なるほどね、ここでバルブが必要なんだね。これバルブたまたま落っこってるとか、そんなことねえよな。圧力バルブが地下にあるんだけど、その地下から持ってこなきゃいけない。今動くとグランパに見つかるらしい。オッケー、こいつでも逃げれるね。とりあえず他の出口探そう。他の出口、中からか。
場所によって、そう、場所によってだいぶ変わってくる。中から入んなきゃダメか。外にどうやって出口、俺あの時どうやって脱出したんだっけ、あれ、外のやつ。あ、ヒューズだ。なんかヒューズもらった。外にヒューズあった、今。Hey, what's this?あれバルブか？違うか。制限時間はあるんじゃない？おじいちゃんが起きる時間があるから。怖いよだってあれ。やべ、来たか。うわー、嫌な音聞こえる。早く開けろ。早く。動くな、今動くな。よし、行け。これバルブはでかすぎるな。これ体力でしょ。近いよね。こっちかな。入ってみる。これ体力だ。どっかにないかな。処刑されとりますな。これ地下に入るとこだね。ヒューズボックスってないんかな。ヒューズボックス、ピックツールも一応持ってるから、ヒューズボックスが使い道が分かんないよね。ピックツールは一応持ってる今。What's through here? これなんだ。これさっきのところ？あ、これさっきのところか。アイテムの使い方も把握しないといけないからね。ピックツール壊れた。あ、そうだ、俺使ったのか。ピックツール使ってんじゃんこれ。使ったんだ。ピックツール使っちゃったんだ俺。仲間って今何人生き残ってんのこれ。俺の他に一応骨あるよ。一応骨ある。持ってく。一応骨持ってくか。うわー、何人か残ってんのかな。2人やられたんかな。俺の他にじゃあともう2人、もう2人しかいないってこと。どっかにピックツールない。うわ、これ外出れるけど、これツールがないから出れん。ツールがないから出れないんだけど。ツールがないね。2つともツール必要な場所だったわ。無力化やってみる。場所がでも分かんねえんだよな。え、俺一人になったってこと？あ、これツールじゃない？俺一人になっちゃった最終的に。あそこ一回開けて脱出できるかとか試してみるわ。多分来るわこれ。やれる、やってみる。やれんのかって。あいつら来る前に。オッケー、一問かも。あ、けおーし、よし、いけ。頼む、いける。ギリギリまでいけ。近い、早く。開けた。ここはどこだ。さっきの俺がいた場所。
これ俺最後一人だぞ。逃げれるかな。これあれか、一番最初見てた人のところかな。あのラジエーター、ん？ジェネ、ん？ラジエーターがある場所？ジェネレーター？あれ？これ出口か、あれ？あれ出口じゃないの？あ、出口だよね。そこ出口だよね。でもこれピックがないと無理っぽくない？バレてるバレてるバレてる。いやこれもう開かない、さすがに開かないもんなこれな。うわーピックネード無理だ。ピックがないと無理だねこれ。いやピック探しに行くのか。最低でもピックがかなり危ない。うわー怖い。ピック探すか。これ心臓の音でバレてるんじゃないこれ。ピック探そう、ピック、ピック探そう。あー、びっくりした。うわー、遠い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 。うわー、これはうわー、マジかー。うわー、ピックがないんじゃダメか。ピック2個持ってないとダメだこれ。くそー惜しかった、マジかナルニアの扉ではなかったか。いやーマジかやっぱピック2個持ってないとダメだ。2個持ってこ。体力とかいらない。もうピックは必ず2個持っていかないとダメだ。最終的に必要だもんねこれね。いや惜しいってか悔しいな。あそこまで行ったらな。ピック壊れる。1個壊したらもう1個持ってないと無理だこれ。学ぶしかないよこれ。あと味方が誰か開けてくれるのを待つしかないよね。あとね、なんかその場所を。いやどっから出てくるかね、場所が変わるから。いやクリアしたいな、ここまで来たらクリアしたい。仲間が今回ちょっと死ぬのが早すぎた。そう、そもそもそれだったわ。生き残ったの俺だけだったもんね。もうピックゲーだなこれ完全に。あとバルブとあとヒューズの場所は分かんないね。バルブ閉めるとかは分かったんだけど、バルブ開けたらあのでかいゲート開くからそこまで行けるんだけどね。味方と一緒に動いて2人でピック。味方もなどこまでやってくれるかだもんな。みんなもうやっぱ昨日出たばかりのゲームだからね。ピックゲーですこれは。そう、仲間がねやっぱ音立てると今度俺のところにもやってくるから、そこなんだよね。あでもこれプレステの人いる。ほらパソコン、プレステ、Xbox でやってる人いるのこれ。これ、この人プレステね。クロスプレイで対応してんのか。もうそう、まあ、完全に今手探り。でもあのキラーのあの感じ見てるとなんか使いにくそうな感じしてるようになるね。
いや、キラーと味方の区別がさっぱりわかんねえ。仲間はでも必要だけど、そもそもだよな、これな。でも、だんだん分かってきてたじゃん。ほら、あの黄色い場所はもう出口の場所って分かってるから、外に出る場所って分かったし、外を開けてからもう一個ピック持って外出れば、多分間違いなくクリアできると思うんだよ、これ。そんな時間かかんないんじゃない？体力ともそんないらないもんね。骨か、ピックを2つどっちか持ってないと、おじいちゃん見つけた時に黙らせられないから。体力はもうあってないようなもんで、いざとなったら食らったら逃げれるから、問題はピックとナイフを持ってないとあかんってことだね。 OK 行こう。あ、 OK、 今度俺一人。あー、誰かいた。俺一人でがよかった。音立てんなよ。なんか近くね、なんかチェーンソーの音近くね。おじいちゃん無力化できたらだいぶ味方も動きやすいと思うよ。なんかリスポーンするときさ、めっちゃ近いんだよね、敵が。なんでなんだろう。多分隣の部屋にいるっぽいぞこれ。ほら、あの人やられるんじゃない？大丈夫？怖すぎでしょ、あいつ、マジで。怖っ。律儀にドアちゃんと閉めてく神経質なドア、鬼だったね。怖っ。いや、俺、正直こっち向いた瞬間バレたかなと思ったけど、あいつドア閉めて帰ってた。あ、味方がいる。とりあえず、ピック探そう。ピック探して。あー、おじいちゃん、もうお目覚めが早いですね、おじいちゃんね。なんかしかも俺たちのうるさい音で起きたって言ってて、ピック探して、ピック探して、あー、俺それ使えないかな。俺も探したい、それ。お姉ちゃんまだ？俺がキャラクターによってこう探るのが早い人と遅い人がいるのかな、これ。あれ、来たか、これ。 OK、 取った。もう一回いける？同じところを2つやれるか、これ。これもう一回取れるのかな。何回も取れるやつ。あ、なんか同じやつ取れたわ、やっぱり。いけるやつだ。これヒューズボックス、ここにあったんだ。あれ、いい来た、これ。落ち着いてくんなよ、落ち着いてくんなよ。おい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 、まさかまさかまさかと思うけど。わー、取る。ここでチェイスできない。なんだ、なんで、なんで、なんで、なんか、なんで倒れたんだけど。あ、な、倒れるのこれ。え、倒れるのこれ。そういう感じなんだ。スタミナが切れると倒れるんだ。さ、俺スタミナまで見てなかった。この足のゲージが、体力が赤くなった状態で足のゲージ、あー、これ、そういうことね。あー、なるほどね。そういうことらしいっすわ。
バグった。バグりました。謎のドラム缶を映す。ドラム缶はひたすら映ってますけど、バグりましたね、これ。これバグりましたね。じゃあもう一回起動し直そう。いや、でもこれ楽しいなぁ、でもなぁ。もう一回起動し直すわ。これはちょっと悔しいなぁ。まだ一度もクリアしてないな。まだ1時間半やってクリアしてないからな。起動し直した。これは脱出したいね。何としても脱出したい、これは。でもこれ、あれだね。ジェイソンみたいになりそうじゃない？これ。Part of the family. あれ？ジェイソンみたいとは？ジェイソンのゲームも、最初は人がいたんだよ。ただやっぱりこう単純なこうシステムだったから、ジェイソンの場合ってジェイソン1人に対して4人のキラーで結構バランスが悪かったっていうのがあったで、いろいろ改善してたんだけど、最終的にユーザーが離れちゃってワゴンセール行きで、しかもオンラインができなくなるっていう。あ、ジェリーよこせ。ジェリー、おい、俺にジェリーください、お願いします。俺ジェリーじゃないとやだ。俺ちょジェリーじゃなくてジュリーだし、しかもよく見たらジュリーよこして、ちょっと俺がそのキャラクターちょうだい。ちょっと頼む、俺やだ。もう誰この人、もうどんなこれ。申請どうやってやるの、申請。これ申請したい俺。ジュリー使わないとダメでしょこれ。申請どうやってすんの、すいません。これジュリー使わせてもらっていいですか。さっきの人誰だよこれ。やだ、俺申請どうやって出すの、このそのキャラクター使わせろみたいな申請出すからどうやってのか分かんないんだけど。知らないキャラクター使うより知ってるキャラクターの方がいいもんな。さっき拒否言ったせいで。このこいつね、こうジニーってやつがなんかお前そのキャラクターと交換しろって言ってきたから拒否しといて。使い慣らしとく。キャラクターの固有がどんな感じとかですか。よし、いいか、今度こそクリアするぞみんな。今度はちょっとこのゲームチェイスできないから、もう隠れるしかできないから、もう音が聞こえたらもう速攻隠れよう。よし、行くぜ。今度俺一人？よし、誰もいね。いや、いるな、隣に。え、めっちゃ遅くない？これ。この人。この人めっちゃ遅ない？結構さっき早くできたんだけどね。あ、やべ、音立ち。とりあえず探そう。まずピックを、あ、電話落ち、いってらっしゃい。ピックをまず探さなきゃいけないんだね。あんだけ人に散々音出すなって言ったら自分が出すっていう。慎重に行こう、慎重に。ピック探そう、ピック。ピックこの辺にはなかったっけ。これは隠れるところか。骨も持ってこ、おじいちゃん落とすのに。おじいちゃんを脅すために骨を持っていくわ。あ、抜けます、いってらっしゃい。身長？その身長じゃなくて体力もちょっと気遣いながら行かないと。 OK、 骨取った、骨。それでこっちに行ってピックを取ろう。これ体力だ、体力だね。ピックない、ピック。あ、あった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 。
え、このキャラクターさ、なんかめっちゃ増えるの早くない？なんかゲージ。骨っこ食べてさっきの女性のさ、ジュリーの方がめっちゃなんか結構サクサクいけた気がするんだけど、ゲージがなんかすげえたまんの早いようなイメージ。キャラごとにやっぱり全然違うんだろうね、多分これね。なんか4つぐらいやったらもう上行っちゃう、これ鍵開けんのめっちゃ時間かかるくない？これそしたら、これレザーフェイス？なんでここにいんの？動いてないんだけど、プレイヤーが。あ、放置プレイですか。そしておじいちゃんが目が覚めた。多分あれデトバのキラーの放置と同じだよ、これ。プレイヤーが放置しちゃってんだ。ってことは、じゃあ他のプレイヤーももしかしたらってこと？いや、それはないな。ちょっと、それはないから、とりあえず脱出だけとりあえずなんとか。急にお腹痛くなったんじゃないと、こんな風になって多分トイレ行ったんじゃない今。これヒューズボックスだよ。これね、まず1個目の鍵。まず1個目の鍵。このタイミングで放置でも嬉しいよ、これ。有田さんと恋人？ラーメン中かな？他のプレイヤーも放置してんのかな？それは嬉しいな、でも。ロックピックもう一個欲しいね。外に出たんだけど、問題は外に出た時の外に出た時のゲ、あ、いや、いるいるいる、やっぱ動いてる動いてる動いてる。おい、仲間を連れてくんな。おい、なすりつけんなって。おい、最悪、なすりつけられた。うわ、もうないでしょそれは。うわ、最悪、なすりつけうぜえ、マジで。うわうわうわ、マジ立ち悪いわそれは。嘘やん。いや、マジか、もううざい今の。お猫写真はこっちいらっしゃい。うざ今のプレイヤーガチでやだ。もうデトバのなすりつけだよ今の見てた。もう最悪、これはだるい、マジでだるい今の。うわ、なすりつけてくんのうざいな。うわ、マジか、そんなことするんだ。ひどいわ、これはひどい。ひどいねこれは。いや、悪やった今の。だってさ、スルーすることもできてたもんね今のね。じゃなくてわざわざ戻ってたもん俺のところに。協力する気なかったってことやね。あれはひどいわ。まあどこにでもいるからね。まあ別にいいっちゃいいけど。さあ今だ、ジュリー取られてるジュリー、ジュリー返して、俺のリクエストしようっと。リクエストします、ジュリーを返してもらうために。あれ違う違う、そいつじゃない、違う、このキャラクターをリクエストしたいの。違う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 、このキャラクター。 Who wants to hear some bullshit? ジュリーよこせ。あ、もうレテンチェックしてるから無理なんだ、帰らんねんだこれ。 So last game I killed this guy by the one of the gates
and I ended up executing him. I got locked, stuck in the freaking gate. And YouTube の撮影かなんかしてんのか。Even though I was moving, and even though I was trying to escape and was moving, it kicks me for being idle, even though I wasn't idle. You know how bullshit that is? ジュリー、レテン入ってるからもう帰らんないんだよ、これ。And I had two dumb teammates, too, who weren't listening properly when I was telling them where the person was. 絶対実況してるでしょ、これ。I could see them on my radar. 一人でこんなベラベラ喋んないやろ。And they were just not listening. It was terrible. これなんて名前？これ？これはザ・テキサス・チェンソー。Oh, man. I can't believe I got screwed.Like、ジュリーじゃないと調子出ねえもん。No, I'll never execute someone by a gate again. I'll just make them bleed out. コニー、ソニー、ジュリー、レザーフェイス、コック、ヒッチハッカー。キャラクター？あ、これか。あー、キャラクターか。これ誰が喋ってるか分かるか。上にここにね、黄色のマークが出るんだよ、これ。これマイクが入ってる証拠なんだよね、これ。ボイスチャットが入ってる。Continues in Muerto County for いや、なすりつけるの嫌だったな、あれ。マジでちょっとたち悪かったわ。よし、今度こそ、今度こそ行こう。でも、レザーフェイスがいたところの裏に、バルブのハンドル回すとこあったね、あれね。これね、逆さバージョンあるの、あれ。男の人逆なんだね。女の人はさすがに逆さにできないからこの状態なんだと思うんだけど、男性今逆さになって、てか地形な敵が。そう、バルブ回すとこあった。オッケーオッケー。ちょっと慎重に行きましょう。慎重に行こう、慎重に。そう、パンツ丸見えになっちゃうからさすが逆さになってよし、慎重に行こう。まずここが1個、この扉が1個ね。そしたら、おい、なんだあいつ音立ててんな。ほら、もう敵来てんじゃん、音立てるから。これ骨だけもらっとこう。なんかあるかも。みんなせっかちになるんで、俺みたく最初。いや、でもズボン履いてるから逆さになんないよ。このゲームは焦ったら負けなゲームだ。よし、骨の場所はもう大体分かってきた。この骨でさっきのあのおじいちゃんを脅さないと。あとこれもちゃんと切っとかないといけないんだけど、一回使うとねなくなっちゃうから、これはこのまま放置でいい。ツールだけ欲しいね、ツール。ここもツールが必要なところじゃないの、これ。これ体力だな。慎重に行こう、慎重に。なんか音がすんな。これ来てるか？来てる。うわあ、マジか。なんでバレたんだ。見えてたんか。なんかレザーフェイスにめっちゃ見つかるんだけど、なんでだろうね。あぶれ。あぶれ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 。骨は繰り返し使えるんだっけ？これだけ欲しい。いや、これ遅いな。やばい、早くして。お姉ちゃん遅いね、早く。もうパパと取れや、早く。オーケーオーケーオーケー。いけいけいけ。お姉ちゃんが遅すぎて。よいしょ。もうイライラするわ、ほんまのお姉ちゃんのイライラ。もう遅すぎて。この辺にいとこ。ヒヤヒヤ、もうヒヤヒヤする。ヒヤヒヤ、イライラする、ほんとに。いや、ジュリーがいかに使いやすかったかすぐ分かるよ、これ。あ、敵、あれ？味方いたん？ヒヤヒヤするし、イライラするし、もうほんとに。いなくなった？戻っていいかな？まだ戻れない？ジュリーがいかに使いやすいか。オッケー、まだ近くにいるよね。これ戻っていいかな。よし、行こう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 。さっきのとこ戻ろう。ピックも回収しつつ、よし、行こう行こう行こう。この固有パーツなんだろうね、これ。
右の。なんか黄色いゲージでなんか女の人に回る囲ってあるよね。あれ来た？あれ来たか？もしかしてこれ。戻ってきたあいつ。あいつまた戻ってきやがった。鍵閉めてやったよね。まあいつ多分入ってこれねえよ。このキャラマジ遅い。マジで遅い。これクソジュリーが恋しいな。なんかなんで俺のところだけレサーフェイス俺こんなにまなんか追いかけ回されてんの俺。なんで俺に執着してんの。やばいやばい近い。フェロモンブンブン出てる。嘘でしょ。なんで俺にそんな粘着質なのこのレザーフェイスマジで。粘着すんなってマジで。もうどっか行けや。なんでバレたの。多分フェロモンが出てんだよ俺。あ味方がめっちゃいるやん。サッカーずっと粘着されてんだよ俺。ひどくない。ピッキングしてくれてる。いいね。さっき俺一人だったからね。ピッキングしてくれるの嬉しいな。ちなみに俺切られてます。背中今ぶった切られてる。おいジュリー、まだ回復してあげる。あ回復してあげる。そうだね、回復してあげる。お兄ちゃん遅くね。おおほら起きちゃったよ。ほら男子遅い。男子まだやってんのかお前。早くしろよ。早く開けてよ。開いた。ナイスナイス開けた。ナイスナイスナイス。遅すぎても。よし、ドア俺が開けてくる。ドア開けるから俺が。どこだどこだどこだ。あれ外出てくるんじゃないか。ちょっと待って、出口どこだったっけ。出口どこだ。あやべ、来た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 。怖い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 。今ハンドルあった。今ハンドル。ちょっと一回どっか逃げたい。一回どっか逃げたい。 You can do this. Think. おぶれ。なんで分かったんだあいつ。やばい、味方になすりつけたくないな。なんでお前そこにいんだよ。やべえやべえやべえ。くそ、どこもかしこもキラだらけだ。なんでだ。そんなにフェロモン出てる俺の。そんなにフェロモン出てる？バカめ、俺がそんな脇っちょに言うとは思わなかっただろ。3人集まった。よっしゃ、オッケーオッケー、いけ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 る。近くにやられてる？ちょっと脱出するとこ探そう。これはこれいけんじゃない。いてえ。なんだ、なんか罠かかってんだけど。おい、トラッパートラッパートラップ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 。いけるかいけるか。このお姉ちゃんすこぶる遅いからな。いやーマジか。うわーマジかよ。マジか、罠仕掛けられんのこのゲーム。うそだ。うわーこれやり手だよ。
今の罠仕掛けてたもん。もう一回サイドあいつ、マジか、まさかトラップ仕掛けてんのかこれ。あーいやー、あのトラップなかったら逃げ切ってたんだけどな。くっそー、罠があるんだねこのゲームにね。いやーキラーの特徴も罠仕掛けられるやつがいるんだ。いやマジか、いやー罠見えない、あれ足元も見なきゃいけねえんだ。このジュリー取り戻さないと。いやマジか、トラップもあるんだねこのゲーム、初めて知ったわ。あれは誰もが気づかないし、あれは分かんねえもんね。ジュリーが恋しい、マジでそんな罠なつお前で、ほんまもう3時のおやつですよ皆さん。3時だよみんな、おやつの時間だよ。いやマジか、あれ、いや逃げれたのにな、あれな、明らかにキラーやり込んでたなあれ。あ、お出かけいってらっしゃい。今日のやつはオーザックです。オーザック、ラーメン食ってんの、アイス、アイスいいっすね、アイス。この暑いもんな、お腹すいた、なんか食ったらええねん、なんか食ったら。いやーちょっとな、エアリアル美味しかったよ、そういえば美味しかった美味しかった。あそこまだ出口じゃないんだ。あ、あれ出口じゃないのあれ。あ、そうなんだ。え、だとしたらじゃあ積んでたやんね、あれね。あ、グミ食べたよ、食べた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 。いやーこれはちょっとな。見てたいんだけど、でもジュリーを取り戻すために俺は頑張るぜ。あ、コロロ食べた、美味しかったでしょ。バーベキューしたんだ、いいな、美味しそうやな。肉食いたい、肉。ジュリーを取り戻せ、ジュリー、俺はいつかお前を助けに行くよ。ジュリー、やった、俺が最初、はいはいはい、キャラクターキャラクター。帰ってきたぜ俺たちのジュリーが、俺たちのジュリーが帰ってきた、やったね。俺たちのジュリーは帰ってきた。なんか、レベル上がったからあれだね。あ、これを払ってるんだ。スカイツ、なんかこのツリーを。これ、これを払ってるんだね。どうやってそっちに、あ、こうやって行くんだ。はぁ、あ、こうやってツリーを、ステルスを上げてって、忍耐力とか、隠れ場所や収集アイテムをインタラクトするものを取っててもハイライトされないって書いてある。お、いいね。それは強いね。ランダムパークを持つことができるって書いてある。また何コメントできなくなった、バグったあれができてるね今。結構溜め込んでたな俺これ。まあまあ溜め込んでんな。米できた？なんかまだ治ってないんだね。まだ治ってないんだね。YouTube また時折。スキル今取ってる、今枝分かれしてどっち、これ攻撃力、耐久値欲しいな、耐久値。耐久値欲しいね。 OK、 これ強くなったぞ。あ、ごめん俺待ちだった、すいません、すいませんでした。今ね、音立てても大丈夫なやつ、大丈夫なパークを解放したのと、あとは体力もちょっと上がったのと、あとこうか、あのガサガサするときの
回数もちょっと多めにしたやつを取ったからだいぶ強くなったよ。ジュリーもう俺のジュリーになっちゃったけど、もうジュリーしか勝たん。もうこのジュリーがいるからもう多分今回はクリアできるマンですね。いいでしょう、このジュリーがいるから今回クリアできます。あれパーク装備してないよ。そう、あ、ちょっと待ってください。あ、パス行っちゃった。俺装備してねえわ。装備しないで来ちゃったやらかしました。俺のテキサス娘が爪が甘かったっすわ。今興奮しちゃった。装備なし。あ、そうだよね、ほらね、ダークソウルも装備なくてもクリアできる。見てこれ、ほらこの余裕。さっきの女性と全然違うのこれ、この余裕っぷり。早いよこれ、ほら早い早い早い。いいねいいね、行こう。さっきなんでさ俺さ、レザーフェイスにさ、え、もう来た、え、もう来た、これ早くね。ちょ、女の子こっち来るの早くない。ちょっと俺についてきたって、俺何も教えらんねえぞ。来い新人、ここはゆっくり歩くのぞ。いいぞ、いいな、いいか。俺がな、このゲームの醍醐味ってのを教えてやるから、かちゃんとこっちに来なさい。まずここにあるツールボックス、まずこれを拾いなさい。いいな、俺がちゃんと開け方を教えてやる。これね、音立てずにゆっくりこうやって、こう真ん中を大体中心に行って、ここをこうやると大体取れるから、真似してみ。どこ行くね、おーい、こっち違うよ。もう一個取っとこう。よし、新人のためにじゃあもう一個ドアをね開けてあげるからね。いいか、しっかりとちゃんと心をガサゴソしなさいよ。ほら、オッケー、いいか新人。怖えー、なんか近くにいる。おお、いるいるいる、そこにいる。これバレたくさくね、これ絶対バレたくさくね。なんか向こうで音立ててるから多分向こうに行ったっぽいな。あれ、なんかそっから出てきそうで怖いな。ここから行こう。あいつらもう向こうに行っちゃったから。初期のパークはついてるんだけど、取得したやつは次変更したいんだ。とりあえず俺がクリアできればいいや。とりあえず仲間もそうなんだけど、とりあえず俺がクリアできれば。それにしてもほんとステージが入り組んでるから分かりにくいよねこれもね。あれ来た、来たか、ゆっくり行こう、ゆっくり、大丈夫、音立てないで、ゆっくりと。 OK OK OK。 早、開けの早いねこれね、パック取ったから。ほら、怖いんだけど、どうにかこれ。そう、やっぱ早い早い。誰か開けようとしてる、あのドア。これレザーフェイスの家じゃねえこれ。ここレザーフェイスの場所やんこれ。ってことはこれヒューズボックスが近くにあんのかな。あー、これ開けられそうじゃない。頼むよ。やっぱ早いね、早い、このキャラクター早い。
OK、開いた。あー、おじいちゃん起きた。おじいちゃん起きしました。皆さん、あ、これなんで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 、あ、グランパが起きたからか。いや、動けない動けない、なんかすごく遅くなってる。びっくりした、上からやってきた今。なんか毒を吐かれると動けなくなるの、これ。マジか、わかんねえ、何あのキラー。なんか毒吐いてさ、動きすげえ鈍くなった。いや違う、あの女の人じゃない、グランパは。なんかあれ、プレイヤーじゃないの今の。あれも一応キラーじゃないの、あれマミーなのかな。でも女の、あれお母さんかな。毒白機能ついてんのあれ。お、ゲオルギラーはこっちいらっしゃい。キラーは全員で、あ、キラーだ、キラーだね、多分キラーじゃないか。違う、あの部屋にいる独特のキャラクターなのかな。グランパはおじいちゃん、多分キラーじゃない、これでしょ多分。この女の人、これキラーだね。一家で女の人ってマミーしか思いつかない。シシーっていうキャラクターらしい。シシっていうキャラクター。誰、いや分からん。ツールトラック、これどうしよう。パーク何に使おうかな。ステルスか。あ、体力回復してくれるんだ、これ。これはドアを開けると30秒間そのドアが他の被害者に対してハイライトされる。一家の攻撃を受けた時のダメージが 40% 減少、1回使用可能。物音を立ててもハイライトされない、いいね。これ何、これパークゼムとの結構大変やで、これ。ダメージ受けてもそんなダメージいかないらしい。とりあえずこの辺取っとく。体力 50% 回復、こんな感じかな。このゲームは、あ、いや、このゲームは Steam だけじゃない、プレイステーション4とプレイステーション5、PS5、PS4、Steam、Xbox かな、確か。スイッチには出てないかな。え、ちなみに俺はあのあれでやってる、Xbox のサブクエじゃなくて、サブスクでタダでやってる。そう、サブスク、そうそうそう、サブスクでやってる今俺。見る分にはいいけど、これは本当俺放送してやってるけど、多分一人だと多分集中してクリアできると思うよ。多分放送しちゃってるから、なんかちょっとね、実況者としてなんかそう、サブスクリプションさりげなく大阪開けちまって今受けるち
さりげなく大ザック開けちゃいました今。あ、そうそう、Xbox ゲームパスを月々1000円で入るとこういうゲームがダウンロードできる。おやつの時間だから。大ザック。興奮して食っちまった今。ゲームでね。あ、PS4 にもあるよ。ただ値段が4000円ぐらいかな。Xbox ゲームパスっていうのは、Xbox、あのパソコンに入ってる Xbox 限定のゲームがね、できんのよ。例えば、1000円で加入すると、なんかゲームが取り放題なんだよね。ね。大ザック美味しいよ、大ザック。こんな感じで、なんかゲームが取れるんだよね、こういう風に。こう、自分の好きなゲームをこうやってこうダウンロードできる。ここにあるゲームは大体全部、ダウンロードできる。1000円月々払うと、ここにあるゲーム全部できる。 PS4 は出てるけど4000円ぐらいするよこのゲームは。レザーとヒッチハイカーがチームみたいな。あれタイク抜けたな。そう、めっちゃいいでしょこれ。パソコン限定だよ。何、俺ジュリー使われてるからみんなもしかしてあれなんかな、抜けたんかな。パーク見ようぜ、パーク。この、まあ、英語表記だからな、これな。キラの方が人気、あ、そう、なんか、キラの方が人気らしい。ダッシュ中、コックとジョニーの追跡が無効になり、ダッシュによるスタミナの消費量が大幅に減少って書いてある。コックとジョニーの追跡が無効になるんだって。あ、そうなんだ。これ、追っかけてこないんだ。コックってやつと、あ、でもヒッチハイ、あ、コックいるわ。コックいるけど、ジョーリーがいないね。あ、ジュリーじゃなくて、コニーか。コニーとコックか。フレンドで組んでるマークがあるね。多分、ボイチャつないでやってるでしょ、多分これ。下は。二人。そう、キラーでボイチャつないでるわ、これ。この二人は。俺、なんか二人しかいないんだけど、これ。ジョニーとジュリーとコニーしかいないんだけど。でも早く、でもな、クリアしたいね。さすがにいい加減にクリアしたい。脱出したい。まだ一回もキラーやってないもん、俺。What? What? やっぱ二人だけだとダメらしい。なんかプレイヤー揃わないと強制的にロビー画面に行かされるらしいけど。よしよしよし、人いるな、 OK。 でもクリアしたいな。もうだいたい分かってきたからね。1回しかクリアしてないからね、まだね。しかも1人じゃないから、あの時は2人だけじゃダメらしい。もう必ず4人揃ってないとダメらしいね。シシーとジョニーとレザーフェイスが、レザーフェイスは絶対固定なんだね、いるのは。誰かがレザーフェイスやって、あと2人はもうど、この4人のうちのキャラクターを選ぶしかないんだ。ソニー、コニー、ジョリーとかもなんかジュリー、コニー、ソニー、シシーとかもなんかもうレザーはもうなんかせめて3対3でもいいんだけどね。バランスが悪いんじゃない、やっぱ4人逃げるのは4人みたいな。そう、前は人に扉開けてもらって扉閉めて帰って。さあ頼むよ。A native of Uvalde was last seen near the town of Newt. The vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. 逃げる人は。Authorities are hopeful that the expanded search will be nearby. 行こう。今度は閉めないように。The family and friends are urging anyone with information regarding her disappearance to please come forward. おなぎ、やほやほ、いらっしゃい。
今逃走中します。あ、やっぱいいな、やっぱジュリーのこの使いやすさはいいよ。ジュリーのケツがね最高だよね。もうね、よし、さあ行くぞ。これレザーフェイスとさ近いってのもやだよねこれね。オッケー。でも何回もやっぱ同じ家やってるからさ、だんだん分かってくるよね、物の配置とか。俺未だに分かんねえけど。マジ？やっぱレザーフェイス近いな。レザーベースが近い、近いところに、あ、するボックス。これ取れるかな、今いるいる。最悪取るの諦めるよね。ハルコンバーマいらっしゃい。もう一回取れるかなこれ。それスルーするんだ。ミナモンワコツいらっしゃい。そこスルーすんだね。俺今壁もう絶対分かってたの今の。絶対俺見えてたと思う今の。いや動いたら絶対バレるかなと思って動かなかったの。最悪逃走できるかなと思ったんだけど、あれバレないんだ多分ね。俺の固有パークが多分動いたんかな。あれ動かないんだね。危なかったでも今の。ピックピックピック、あれマジ。あ、よかった。頼むよ。 OK 2つ取った。さあ脱出しに行こう。外に出ないといけないから。レザーはね、なんかレザーフェイスどういう、あ、これそうか、これで外行けんな。これでも開けるとおじいちゃん目覚めんだっけこれ。レザーフェイス近いところにいんでいつも。こう開けるとおじいちゃんが出てくるから。これね、外に出ようとするとおじいちゃん起きてくるんで絶対。めっちゃ耳開けるよ。どんだけ耳んだ。さあここで多分バレるから一旦ここで話したいな。嘘だろ。キラーは絶対倒せない。よくわかん、よくバレなかったの今の。よし行こう。で外出れる場所はどこだ。向こうね、多分また鍵、これ多分中に、あ、ここに。今度こそクリアできんじゃないこれ。いけるんじゃない。うわ、敵いる。罠仕掛けられたら終わりだぞ。慎重にしろ、慎重に、慎重に行こう。出口すぐそこのはず。慎重に行こう、慎重に。鍵開けに行くよ。これバルブね。いや、レザーフェイス地形怖えな。グランパすぐそこにいんじゃんこれ。みんな出た、外に、外に出たから今度もう
レザーフェイスも外出ちゃってんな、これ。またナッシーつけられたらやだな。あいつなんか上にね、あいつなんか上の方で見張り台やってんだけど、あの上にいんだけど、あれ、あ、建物の上に。怖っ近い、今入ってった家に。ボイチャ指示出してんのかな、わかんない。あれ食ったんだよ。わあ、しまった。ニワトリがいるのか、これ。さすがにバレたか、大丈夫か、大丈夫かな。あー、シーシーだ、シーシー。あの、俺にガスグレートムタミ、グレートムタバリのあの毒切りかましてきた、シーシー来た、これ行こう。やべ、グランパが。あれ、扉開いた、今扉開いてなかった、気のせいかな。誰か逃げた今。え、向こうのゲート、いや、今開いてなかった、気のせいかな。バルブ開いてんね今ね。いや、なんかバルブのとこ今開いてたよね。脱出したよね今ね。そうだよね、多分バルブ開けてくれたんだ。いけるか、脱出できるか。ゲー、なんでレザーフェイス近くにいんだよ。うわー、しまった、最悪、くそ間に合わなかった。うわー、なんで目の前だったのに、くっそ、キラーに邪魔された。うわ、しまった。どうした？そこ開いてないぞ。そこ開いてないんだよな。これ時間経過で閉まるんだね。うわ、マジか。いや、あともうちょっと気づくのが遅かった、俺。気づくのが遅かったな。もうちょい気づけばよかった。あと脱出ルートどこだ。またあの加圧してこなきゃいけないのよこれ。あと脱出ルートが分かんないから、とりあえず脱出ルート探しに行かなきゃ。同じとこにいるからな。回復してあげるよ、じゃあ、はい、おい、なんか連れてきてんなお前おい、マジかよ。うわー、レザーフェイス来てる。うわー、今のマジで、激しいなあいつら
あいつら激しいな。来た。じゃあもう。それは逃げれん。それは挟まって。ドアに挟まって逃げれんかった。いやーくっそー。あーなんでもうあれ逃げれたのに。うわゲート閉まるのやだなマジか。惜しいところまで行ってるんだけどなかなかクリアできないね。やっぱ初見だからね、やっぱ空いてるかどうかもわからんわ。さっきからね、あともうちょっとなんだけどね、あともうちょっとが届かないよね。いいところまで行くんだけど目の前で扉閉まっちゃったのはちょっと、あのゲート肉じゃねえ、あのスチームのゲート開けたらもう速攻行かないと無理やわ。あれはいやゲート開いたのに気づかなかった。いやそこが一番痛手だったな。全然見てなかったゲート開いたっていうやつ。これいつまで経ってもキラーできねえぞお前これ。これいつまで経ってもキラーの方できないよ。クリアができないから。でもいや楽しいけど外に出たらマジで迷うこれ。難しいよね外出たら。いや惜しいところまでは行くんだけどなかなかこうクリアがね難しいよなね。ところで皆さんおやつ食べたんですか。おやつは、おやつ今大ザクゲン、もうゲームしてると大ザク食うことすらもできないからね。食べてないの？食べてないちょうだい。しょうがねえな、くれてやるよ。牛乳？あ、そう、ピッキング一応ツールは絶対2個持ってなきゃいけないから。クレープ美味しいね。あ、ドーナツいいね。おせんべい？まだ食べてないの？ちなみに言うと今日皆さん日曜日ですよ。明日から月曜日です。また地獄の平日がやってくるんですよね。これがね、俺今日すごい土曜日の感覚でいるんだけど今日普通に日曜日なんだよな。アイス買いに行きたいよ俺だって。でももうやばい今だってね、4時でも暑いんだって今日。今日っていうか今週、先週もそうだけど。病院食でもさ、病院で中にコンビニなかったっけ。現実を突き詰めていくスタイルでいきましょう。クレープなんかあれらしいよ、なんかそのファミリーマートのなんかデザートが美味しいみたいな。このゲーム定期的に、確かに。なんかみんな抜けてくの。ロソーンがね、ロソーン。パーティー組んでんね、これ、コニーとアナって人。なんか、ファミリーマートのめちゃくちゃすこぶる美味しいスイーツが出たみたいな。人集まんないね、一人ね。近くにロソーンしかない、ロソーン。あと一人が集まんないね。なかなか人集まりにくいんかな。でも、ガソリンスタンドの夜だて。ワンチャンいけんじゃねこれ。あ、そう、サービス開始したばっかりだね。昨日、おとといぐらいに出たばっかりなのかな。オープン、こんにちは。誰かね、あと誰か入れば。来ないね、みんなおやつ食ってんのかな。俺みたいに多分、大阪食ってくかもしんねえ。大阪食いながら。これじゃあ多分、一人集まんないから。多分このまま弾き出されんだよ、これ、ロビン。そうすると俺、ジュリーが使えなくなる確率が出てくる。買い物
下フルパイ、これ下かパーティー組んでんじゃん、ここ大ザック薄塩だよ。そりゃやっぱあっさり塩味でしょ、大ザックって言うたら。この間大阪で買ったカール、カールって売ってんのもな、カールってチーズのカール、カールのおじさんだっけ、カールのおじさんの CM なんだっけ、きたーのー、違うな、なんだっけあれ、カールのおじさんの CM、 ポリンキーじゃなくて、おせちゃんはこっちいらっしゃい。あ、関東で売ってないの、いやーか、ちょっとやだ、無理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 、穴無理、ちょ、穴無理やって、ちょ、リクエストしとこう、そのキャラクターちょうだい。俺ジュリー使いたかった、マジで俺やだこのキャラクターなあ、俺やだ、もうこのキャラクターやだ、え、マジで言ってんの、これで行くの、しかも拒否されたし、しかもなんならコニーがいいって言ったら拒否されましたロードアウトしたから、さっき出されたから、レン君もやん、いやまあそうなんだけど、俺も言ってきたら俺も拒否するけどマジか、これクリアできるかな、俺ジュリーの取り合いだよ、当たり前だよ、くそー、このキャラクターな、すぐなんかそうなっちゃうから、おい、音立てんな、おい、無理やり開け、レサーフェスやってくるやつやん、パワープレイやな、どちゃくそパワープレイやんけ、関わりたくないで、俺こっちから行きますわ、なんでこっち来た？おい、ちょっとびっくりした、びっくりしちゃったやん、ちょっと譲り合いの精神おい、お前パワープレイだな、ほんまかかりたくない、これこっちから行くわ、早えな、じいちゃん起きんの、絶対あいつやろ、何もかもがなんかうるせえな、お、動くなって、お前バレてるから、それあ、これデトバの、デトバとジェイソン出した感じ、バレてーら、おじいちゃん起きちゃったから、これゆっくり慎重にやんないと、レーザーフェスやってくるやつやんけ、これほら、なんか音するもん、カチ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 、こっち来てんじゃん、音いらっしゃい、こんちゃ、あーあー、切られちゃって、まあかわいそうに、誰ださっきのやつかな、さっきのやつかな、処刑早くね、しかも接続機能早くねやられんのも早いし、切るのも早いしみたいな。ピックツールないな、ピックツール。あ、だった。何もかもが早いやつだったな。せっかちすぎやろ。あれ来てるか、これ。うわ、来てる、やばい。いやー、マジか。うわっ、いや、マジか。いや、待って、めっちゃ強い人じゃない、これ。スキンが違うもん。いや、マジか。いや、キラ強っ。キラずっと使ってる人だね。多分やり込んでる人だ。めっちゃだって、ネクタイしてたもん。ベテランでしょ、今の。いやー、チェイスできないって、このゲーム
あ、倒れる。うわぁ、早っ。いやでもこれさっき俺の隣にいたやつがさ、めちゃくちゃ音出してたから、やばいやばい、ガチガチ嫌い。あ、来てる来てる来てる。レザーフェイス一人で倒してるもんね。3人やられたくない？俺含めてあと2人やられたもんね。やばい強い人だった今の。寝ずにプレイしてたんじゃない多分。レザー無双か。この人今生きてる生きてる今生きてる。いやでもな、やだな、脳筋プレイヤーがいるとね、せっかくこっちゆっくりやってんのに。うわ、近いな、近いところにいるんだこれ。これでも逃げれないんじゃないかな。多分結構いろんなパーク持ってんじゃない多分。さっきのレーザーフェイス巻き込まれる巻き込まれる、マジで巻き込まれる。脳筋はちょっとやだな。あのスキン持ってるってことは多分結構やり込んでる人だよ。ほらもうすぐバレたもんだこれね。やばいな、なんで分かったんだろうね。いやーマジか、強すぎん。ちょっとはやっ。いや強っ、一人でだって5分も経たずに終わったぞ。これは強いね。みんな多分立ち回りはそうだね、多分おそらく発売されたばっかってのもあるから。いや強かったな、レーザーフェイスめっちゃ強かった。これプレステの人だねこの人ね。強かった、速攻だったもんね。なんか今までなんか今までのレザーフェイスがかなり初心者が多いっていうからすぐ分かったよ。強い強い、今のは強かった。あ、早くキャラクターを選ぶんだ。やったぜ、俺はジュリーを渡さねえぜ。やっと来たか、帰ってきました俺たちのジュリーが。これで仕事しやすくなったぜ。今一人になった瞬間、おこいつはと思ったもん。帰ってきた、もうジュリーのケツしか勝たねえもん。さあ今度は大丈夫かな。ランクって出てるけど、ランクさっきの人いくつだったんだろうね。この人ランク9だよ、キラーの人で。ランク3887だから、まあまあキラーの方がワンランク上の人が多いんかな。プレステか、 Xbox とパソコン Xbox だね。さっきの人のスキルどうなったってんだろう。あ、レザーフェイスのデトバと違って同じキャラ選べないんだよな。お、マルルこんちは、こんつは。とりあえずキラー使いたいんだけど、まずこっちどうにかクリアしたいよね。それとももうこれ一回この辺で一回これあのこれ終わったらキラー使ってみる、クリアしてもしなくても。ああ、メンシップ限定配信するよ。するする。移動速度も速かった。なんかもうそこの場所にいるって分かってるような動きしてたもんね、だってね。
わかんない。ランクってもしかしてデトバー形式になってんのかな。そのランクが上がれば上がるほどそのランク同じ同ランクの人とこうなんかマッチするみたいな。脱出したいね。脱出はしたい。俺結構ね今日このゲームやってて分かったんだけど、結構周りに振り回されるタイプ。やったー、誰もいねーと思ったんだけどいたわ。俺一人が良かったな。あ、近くね。これ最初からリスポーン近いんだね、これね。ここ開かない、ここ開かない二人して同じとこ行っても意味ない。うわ関わりたくないからちょっとなるべく遠くに行こう。拾いたいけどこれ多分拾えねえな。近くにいるから何もできん。なんで分かったんだ。なんで分かったんだ。なんか俺分かりやすいパックつけてんのかな。白いからか。やっぱ白はダメか。早っ、おじいちゃん早いな。誰か上開けたな。二人して上上がってったんだね。あ、体力だ、ラッキー。 OK、 誰か上上がってくれたおかげで多分下結構ガラガラなんじゃないこれ。多分なんか近くにいるか。これよし、 OK。あいつ向こう行った。キャラが可愛いから、それはないんじゃない。色気ムンムン出ちゃってんのかな俺のケツが。あまりにも困る。 Maybe through here? OK。 ちょっとピックツール欲しい。ピックツールだけ取ろう。今だから外に出る出口があったから、これだけ欲しいな。この骨も持ってたらいざとなった時になんか使えそうだから、もっとおじいちゃん脅せるし。あ、これツールじゃない。もう外出たんかみんな。あれなんかガソリンスタンドから脱出したって出てる人いる。早くね。もう脱出した人いるのこれ。なんかもう出た人いるみたい。何のどっちの音だこれ。これは早い。 OKOKOK 行こう。どっから脱出してんだあの人。チートじゃないんじゃない。多分協力してたんじゃない。じゃねえな。反対側行くわ。どの辺に脱出ルートあるの？これ違うよね。これ脱出ルート？あれ？これ脱出ルートかな？これもしかしてこれ変えれるんじゃね？
もしかしてこれ帰れるか？これ開いてるよね、多分。開いてないかな？違うか？やべ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 。どこを出す？これは違うもんね。これってあれがないとダメなんでね。あ、俺ピック持ってるからワンチャンいけるか、これ。あ、待って、いけるかも。待ってろ、ちょっと今チェーンソーの音聞こえる。いけるか、頼むよ。慎重に慎重にいけ。罠はないよね、俺の足元にね。でも味方、オッケー、開けた。これ脱出できるんじゃね。あ、いけるんじゃない、これ来たんじゃない。これ絶対そうでしょ。来た？ついに？あ、逃げれた。あれ？あいつどっからどっから脱出してたの、お前。あれ？どっから来てたの、お前。あれ？どっから？なんか俺のこと回復してくれた。現場に戻るのか？なんかあいつ戻ってったんだけど、これもしかしてこっち出口じゃないんかな。これ出口でいいんだよね、ここね。なんであいつ戻ってったの。なんか俺いいのかな、帰って。まだあいつも、あ、帰ってきた帰ってきた帰ってきた。まさか連れてきたんじゃ。他の人呼びに行ったん。おお、やったやったぜ、みんな初クリアだ。あ、でもまだ残ってる人いるんだ。よかった、やった、ちゃんと自分で開けて自分で脱出した。やったね。いや嬉しいね。あとこの子たちを見守るか。ちょっとキラーやる、キラーやってみるか、次キラー。いや自力で脱出できたの嬉しいね、やっぱりね。脳筋プレイやってるんだよ、完全に、うん、このスチーム開けないと多分そこの扉開かねえだろ、これ。いやでも嬉しいね、でもね、だんだんやっぱ何回もやられてたからようやくコツを掴んできたと。あ、いいよいいよいいよいいねいいねいいね、いけ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 。ゲート、ゲート開いたぞ、ナイスー。あとこの子だけや。この子だ、この子が逃げれば4人とも全員脱出できるはず。頑張れ、4人全員クリアできるか。いけ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 、頼む、いけ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 。あー、敵 CC がいる、 CC 毒、毒気。あ、いったんじゃない、これ。いったんじゃない、体力ないですね。やば、あー、開いてない、開いてない開いてない開いてない。あー、かわいそう。あー、罠が。わー、これはついてない。これはついてない。わー、これはついてないね。うわー、ピック持ってないんだ。あー、
レザーフェイスを喧嘩してる。いやーいや4人全員脱出できたらよかったんだけどね。みんな集まってきたの。いやよし、じゃあキラーやってみるか。キラーだと一家だからレザーペース選べるかな。レザーペース欲しいな。どんな感じなんだろうね、キラーだとね。レザーフェイス踊りって言われてるあれや。チェンソー踊り。マッチングしないな。キラーって結構競争率高いんかな。長いね。どっちかっつうと逃走者よりもキラーの方が人気なのかな。え、キラーの人気高いからキラーの方になろうとするとマッチに時間かかってんの今。え、そうなの。逃げる側は結構人気だと思ってた。逆なんだね。デッドバイデイライトと。デッドバってキラーってすぐマッチするけど、なんか逃走者になるとなんかすげえマッチしなくなるよね。それの逆なんだこれ。え、キラー側ってそんなに楽しいんかな。キラー人気やし、パーティー組んでやってる人も多いから。あーそっか、結構いるみたいだよ。2パーティーとかいたら空きが1つしかなくなるもんね。じゃあキラーマッチングしたらラッキーみたいなもんなんかなこれ。そうなんだけど、人気があるんだね。割とキラー有利な印象なの。つまりボッチは無理ってこと？ボッチちゃんじゃ無理ってことかこれ。デトバと全く真逆だよこれ。逆。本当は全然マッチングしないね。あ、いけたんじゃないこれ。いけたっぽいな。レザーフェイス選びたいけど。はい、取ったー。はい、取ったー。OK。レザーペースゲットしました。さあ、どういう風な感じで、あれなんかな。まだ英語表記になってんだこれ。スニークアタックを受けると襲撃者3秒間ハイライト。スタン状態から回復した後5秒間スタミナ速度が30。あ、こいつもスタミナあるんだ。血液瓶に 50% 以上の血液が入ってる場合スタミナ消費量は 5%。 誰今ゲップしたの。マイこんにちは。レザー難しいから結構簡単にできるで。あ、そうなん。レザーフェイスって難しいんだ。俺じゃねえよ。俺じゃない。しかも何ボイチャつけてわざわざさゲップするとかマジもう終わっとるわ。俺じゃないよ。レザーフェイスか。キラーがボイチャうるせえ。
俺じゃないよ。俺はあのミュートするから。ブーッブーコーッって時は多分あのミュートするから。殺人エプロンの力を見せてやっかじゃ。さあやろうぜみんな。キラーがどんな感じか。今まで見てきたキラーは結構ね遅めに来てあのだいたい他の人に取られてるイメージだけど、やっぱ今回もそうなのかな。アルマジロは転んでる。アプチャ、こんにちは。さあ、どんな感じなの。あ、そうだ、おじいちゃんに血を飲ませなきゃいけないんだよね。そういえばね、獲物を飼ってよしよし。よしよしよし、キョドってんね完全にキョドったんだよ、うん、おこんな感じなんだ。そうそうそう、血を飲ませなきゃいけないんだよ、おじいちゃんに。めちゃくちゃキョドってて今。こういうところは通れないんだね。足音でけえな。まらばら、こんにちは。足音がでけえな、これ。確かにこれキラー側にこういう細かいところで隠れられたら確かにわかんねえな、これな。うん。ちなみにこいつは走れないみたいだね。あ、走る、一応走れるんだ。一応走れるみたい。ほら、スタミナも一応あるんだね。なんだ？エンジンかけるところが始めなきゃいけないのこれ。あ、マジか、そっから？おい、マジかよ。そこから始めなきゃいけないのこのキャラクターは。全然準備できてなかった。今切ろうと思ったんだけど、なあれあれと思ってさ。逃げちゃったやん。おじいちゃん起きたし。どこ行った？キラー初心者やで、マジで。どこ行った？どこ行った？ここにいんだろ、お前。あれ、いなくなってんな。いや、いるな。これ場所が把握しないと分かりにくいね。上行くか、上。もう多分上行っちゃった、みんな。上行こう、上。道が分かんねえ。自分家の地下分かんねえって、これ。どっから行くんだ、行け。どっから行けばいいの、これ、こっから。道が分かんねえ。おっしゃ、やっと着いた、やっと着いた、オッケー。よしよしよし、そよしよしよし、やっと外出れたぜ、オッケー。どこにいんだ、あいつは。これ、音を切った方がいいんかな。見つけたら、いやでもどうなんだろうね、これどうしよう。これやんなきゃいけないんだよ。わざわざ
まだ外にいないっぽい、これ。うん。まだ外にいないっぽいな。あ、あれ味方か。草刈りしに来たおじさんみたいになってる。おじいちゃんはどこにいるの、おじいちゃんは。これ何なの、これ。これ。あ、これが血なんだ。これ。これを回収して、おじいちゃんに、飲ませるらしい。そのおじい、ん？今なんか誰かいたよ、今。今誰かいたよな。おい、待て待てー、待て、逃がさんで。切れた、なんとか切った、あいつのこと。なんとか切った。飲ませよう。飲ませないと、多分味方も、多分もうほぼほぼ諦めてか、おじいちゃんの居場所が分かんねえんだけど。おじいちゃんの、あこれ敵か。ごめん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 。一瞬一瞬、おじいちゃんどこにいるの、おじいちゃんは。おじいちゃんの場所分からんのよ。お互いもう道迷ってるやん。どいどいどいて、おじいちゃんの場所どこだ。おじいちゃんがどこに行くか分かんねえ。ここら辺に、おじいちゃんどこ、おじいちゃんってどこにいるのか分かんねえんだけど、俺分かんないよね。この辺にいる？あ、いた！おじいちゃん！おじいちゃんいた！これに血をあげる。はい。さあ、どこだ？なんでハンマー持ってんの、このおじいちゃん。こっち早く叫んで。寝とりますな、完全に寝てますね。これ血が足りないんかな、血が、もあー近くに、もっと飲ませようぜ、もっと飲ませよう。まだ足りねえ、なかなか贅沢な、あれやな、おじいちゃんな。分かった、じゃあ飲ませるよ。はいはい、あ、ねえねえ、これ飲め飲め、これ飲め飲め。さ、居場所を、居場所を吐かせて。誰も動かねえ。これわかんねえな、これわかんねえと、敵どこにいんのか、これ動かね、動かねえから、叫ばれてもな、グランパにおじいちゃんにこう血をたくさんあげないと、これ無理でしょう。グランパだ、おい、グランパ死んだぞ、なんで、なんで、誰かやったか、血飲ませすぎたのかな、誰かグランパ今やったんじゃない、誰かキラー違ってハンターっていうか、あの逃走者が、いや違うな。待てや、おい、おら、逃がさないよ、待て待て、逃がさないぞ俺は。やった、倒した、ナイスー、よし、一人倒した、一人倒した、初キル、初キル。何やってんの、あー、これ味方か。さあ、さっき取り立てほやほやの血を、なんかもう味方なのか敵なのかわかんねえんだけど、俺わかんないよね、味方なのか敵なのか。オッケー、グランパ、おじいちゃん、おじいちゃん、いいね、叫べ叫べ叫べ。でも敵がどこにいるかわからん。
あれ無敵か、何やってんのお前ら、ここなのこれ。お前ら早く人間を借りに行けよ、なんでここで溜まれてんのこいつら。どうしたいんだよ、早く行けよ、みんな脱出しちゃうでしょこんなとこで油食ってたら。二人して同じ方にいんのこれ。何をしたいんだ。やる気ないやろもうこれ。絶対絶対やる気ないよ。さあどこにいるかだよね、どこだこれ、見えにくいな。あれ何やってんの、あれ一人いなくなった、あ最後の一人、最後の一人、最後の一人、あれ回線切った、あと一人どこだこれ、あと一人なんだけど、これ一人見つけにくくない、もう絶対初心者しか集まってないってこの木だって。どこにいるんだろう、おじいちゃんがいくら叫んでも敵が来なかったら意味ねえな。そうランクがあって多分初心者の集まったランクなんじゃない、それはそれですごくいいんだけどね、プロがやるとちょっと大変だと思うし。おじいちゃんこんにちは、敵どこにいんのこれ、分かんなくない、敵分かんないよね、どこにいるかわからない。おじいちゃんに血たくさん伸ばしてまくるか。あ、でも血めっちゃ伸ばしてるよこの人。ん？敵来た？これ。敵来た？あ、お前か。もうなんだよ、酒屋台のおじさん、サービス開始したばかりだから。あれこれ敵か味方か。おじいちゃんに血飲ましたいんだけど、空のバケツがあーもうないのか、もうこれ血飲ませるものがない。いた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 、近いる近いる、近近近近近近、いた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 、めった今動いてた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 、どっちだどっち、どっち行った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 、こんなかかな、入ってねえか、どこ逃げた、発電機が止まってる、誰か止めてんな。発電機が止まったらしい。発電機ってどこだか分かんないよね、どこにあるんだろう発電機。ちゃんと上の連中がちゃんと仕事してくれてんのかな。おじいちゃんもう一回吠えてくんねえかな。血を女の人がさ、シーシーがあの一生懸命頑張ってあの血飲ましてたけど、これ開いてないからここじゃねえな。どこだどこに、どこだどこにいんだ。あいいね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 。いやーダメだ、レザーもの、そうだね、こう音でやっぱりどこにいるか気づくもんね、警戒されちゃう、これじゃダメだね、おじいちゃん叫んでもダメだな、全然わからんな、おじいちゃんフルパワーにしてくんないとダメじゃんこれ、やっぱりフルパワーで、フルパワー全開にしないとおじいちゃん
どこにいるかわかんねえなーこれ。どこにいるかわかんねえぞこれ。キラー側すごい多分これ入り組んでるから分かりにくくて分からんのよね。これ敵はどこにいるか。あ、グランパいいね。グランパ力、力を増して力を増した、力を増したけど、これ一回もう上行こう。上、上に戻ろう。全然わかんねえ。グランパ空腹になってんだけど、マップ把握しないと分かりにくいこれ。一回上に戻ろう。そして上の戻り方が分からないっていうね。敵も、敵もどこにいるか分かんないし、いや戻りたいんだけど戻り方が分かんない。どここれ、ここどこやねん。ここがどこだか分かん。なんか今扉開けたけど、俺登れないんだけど。俺登れないけど、それ俺自力で上上がんないとダメなんだこれ。チェーンソー持ってっから登れない。あれ今人いなかった今。あー逃げられたー。これ怒りの、怒りの踊りですかこれ。まさかの自分家でまさか迷うとは思わなかった。ブチ切れです。まあレザーフェイス使ってるよ。でも一人殺せたけど難しいねキラーね。キラー側めっちゃむずい。シシーは隙間もはしごも通れるし物音させないんだ。シシー強いね。一人だけ倒した。いやでも楽しいねこれは。これは楽しい。いや俺どっちかっていうとキラーよりも逃げてる方が好きだわこれは。そんな見つけやすいものでもなかった。これレザーフェイスよりも多分シシーとか多分お兄ちゃんとかの特性使ってる方が多分一番いいかもしんないキラだと。初レザー、そう逃げんのは好きだからさ、追いかけんのは苦手。あれ終わり？もう4時半だしな。なんやかんやで1時3時間半やってんのか。また今度やろうよこれ。次またやりたいなこれは。ね、またやりたいこれは。これはちょっとまたやりたいね。逃げる側をうまくしたいね。逃げる側、うん、また来週やろうかな。来週っていうかもう今週。ああそっか、これもう装備できるようになったの。これこれなんかレベルが20とか10に上がんないとダメだこれ。こっちの方は結構難しそうだったね。最初は結構やり方は分かんなかったから、今はもうだいたい理解したからやり方は分かるけど、これは確かにね。あとは人がいなくならないことを祈るわ。コラゲ、いやこのゲームはこのゲーム単体でやりたいな。スキルも取って、うん、最後に一回やっとく？最後にやっとく？一回。もう一回じゃあ逃げる側。サブスクは月々1000円払ってるから全然いつでもできますよ。いつでもできますよ。いつでもどこでも。さあジュリー使わせろ。俺のジュリーかも。あこれのそう映画やってたやつ、そう前で見てたね。やったぜ。俺もう固定なんですよ皆さん。わかりますか？ジュリーは絶対的に固定なんで、
家の中ですよ。期間とかないよ。これは一昨日出たばかりで4000円でやるゲームなんだけど、俺は1000円ずつ払ってるから月々。だから俺はいつでもできますよ。やっぱ逃げるのが好きだわ俺。このゲームはやっぱ逃げるのが楽しい。追いかける側よりも、ジュリー、ソニー、コニー、ジョニー、シシー準備完了さないと取られるんで、なんか申請してくるから、お前それちょっとよこせやって言ってくるからさ。下プレステ組だこれ、上 Xbox 組だけど逃げる側の方が楽しい。そう、なんか全員伸ばし棒がね、レザーとかさ、シシ、ジョニー、コニー、アナー、ソニー、ジョリーみたいなよっしゃ。キラー側のやつ見たから、キラー側がいかに不利かっていうのは分かったね。やっぱり結構見落とすね。レザーだと見落とす。多分地下にいるのがレザーフェイスなんだよこのゲームって。で、地上にいるのが多分シシーとか、ジョニーとか、あとはヒッチハイカーだったっけ、が多分上にいるの。で、俺らは多分2人ずつどっかで縛られてどっかに監禁されてる状態から始まるから、だからキラー側が多分おそらく難しいんじゃないかな。俺だったらレニーだ。そう、でもレザーフェイス使って分かったけど、やっぱ見つからないよあれ、よーく見てないと。ただこのゲーム TPS 画面だからさ、キラーが周りすげー見渡せるよね。どこに隠れてるかすぐ分かるし。さっき自分が書かれた場所、あれでもね、これ地下が一番分かりにくい。チェーン、これ初めての人絶対みんなあのまま切れると思ったよね作敵ってコックがスキル持ってるんだ。今回コックいねえんだな。ハートマークめっちゃ押してるけど、これさ、なんかハートマークのこのコメントに出てんのすごいみんなのコメント見にくくなるんだよね。後で消しとこうかな。もう俺幼いからさ、ハートマーク、ハートマークがねちょうどコメントと被るから全然見えんのよ。マップ広い。でもステージはここしかないんだよ。新しい新ステージ来ないと多分これみんな飽きちゃうよね。でもね、そう、押さえて非表示にしないと。さあ行くぜ。見てこれ、もうほどけたもんね。隣よりも早い。さあ行くぞ。まずここ開けよう。早いな、いいね、早い。暇の時ハートポチポチしてる。俺はパソコンだからね、あんまり使わん。そうそう、いや消しちゃう。みんなのところ映ってるかもしれないけど、俺コメント拾うときみんなのコメント途中で消えてるんだよね。背中エロいし、てか早いもうなんか効率よくなってきてるな、これ。だんだんやればやるほど多分このゲーム効率になってくるな、だんだん。あと逃げる場所とマップの把握だけできてたらこのゲームぬるげになっちゃう。とりあえずあれ探そう。ロックピック、あれ敵いんのこれ。あ、ミルクマーク、ここいらっしゃい。レザーフェイスじゃないよね。誰がいんのこれ近くに。シーシーとか来てたんかな今の、もしかして。パークは強化しないとダメだよこれ、このゲームは。でもパークない時の方が一番初々しくて面白いんだけどね。
そんなことできるんだ。これ骨持ってたら取り殺せるんだね。あ、やべ。ここってなんもないんだ。早いな。早い早い。開けんの早い。ピック、ロックピックどこにあるんだろうね、ロックピック。ロックピックがないね。開けられるとこはガンガン開けてってあげた方がいいのかな。あ、これロックピックかな。じゃあこれタイプだ。ジュリー強化してるから、もうジュリーしか使ってねえもんなってね。なんなら。これ地上に誰も上がったね。いいんじゃないのこれ。もしかして。もしかして地上誰も上がってなくね。まだだって誰か上がったって言ってないもんね。そうそう、おじいちゃんまだ起きてない。おじいちゃん起きてない。ロックピック探して、俺があれロックピック開けたら多分。どうした？ダメージ食らったのか？ほら、くれてやるからこれ使え。なんて優しいんだろう俺。感謝してほしいね。うん、感謝してほしいぐらいですよ。ここって何もないんだっけ。こっちかないのか。ジュリー、もうジュリーね、もうムンムンだよ、ムンムン。もうみんなジュリーのムンムンですよ。何の音これ。誰か走ってる。ピッキングがない。ピッキング。なんでこんなにもないもんなのか。なんか、なんかさ、こんなとこぐるぐるしてるだけじゃん、これ。ぐるぐるしてるけど。ピッキングどこにあんの、ピッキング。あった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 。だあ、おじいちゃんが、処刑された同時におじいちゃん起きたな。開けたんだ上、誰か。ちょっと動けない。動いていいのか。いやちょっとピック2つ持ってくわ。来た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 。いけ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 。おじいちゃんに今大量に血飲ましてんだろうなこれね。全然見えなかったシーシー。え、シーシー今見えてた？全然わからんかった。厄介なキャラクターやで、あれ。毒切りあったからか、あれ。全然わからんかった。あ、これシーシー来てんじゃない？ほら、このマーク出たらもう完全に来てるってことでしょ。あっ！やばいやばいやばい、体力やばい。やばいやばい、シーシー強いな。オーマイガー、やばいやばいやばい、体力やばい、体力体力やばい。
今ちょうどやり合ってるよ外で。待って、上行きたい上行きたい上行きたい、どっかない出口、早く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 しないと、上に行きたいけど上に行けない、どこだ出口は、これ出口どこ、そしてまた戻ってきた俺。道が全く分かりません。 ありました、ここです、行ってきます。上げろ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 、ジュリーお前ならできる、お前なら開けれる、え、なんかやばい、これもしかして来たか、ジュリーお前ならいける、大丈夫大丈夫、いけるいけるよ、大丈夫だよ、開いた、行け、体力だけ回収しよう、体力回収、やべえ敵めっちゃいるここ、おじいちゃんそこで叫ぶのやめて、やべえ場所バレとるって俺、あ鳥がいる、ちょ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 、バカバカバカ、鳥にやられました。ニワトリにやられましたね、今確実に俺の居場所ニワトリがお知らせしてたの。もうああなったら終わりでしょ、もうさすがにもう何もできんってあれ。最悪だよ、さっき鳥、ニワトリやっちゃったせいでニワトリに仕返しを食らいましたね。いや地下から出れんの難しいってこれ、難しい、あーこれ時間の、うわドッキリ、うわー強すぎやろ。あのキャラクター超厄介やね、あれやばいやばいやばい、でもダメージは少ないんだね、やばいやばい、グレートムタみたいなドッキリ出すやん、強い強い強い、えぐい、 CC の強さよ。何回また来た。毎回レザーフェイス来るの遅えな。相当嬉しかったんだろうね。レザーフェイスの毎回来るタイミングが遅いのも面白いの。いやーやられたね、うん、やられました、いや面白いな、唐揚げにやられました、おじいちゃん起きたら鬼に、そうそう、あのね、おじいちゃんが目を覚めたりおじいちゃんが叫んだりすると俺らの場所がバレるんだよ動くと、うん、まあ一回脱出できたし、まあ行っちゃいいか、いやキラー側だと CC がだいぶ有利になるね、攻撃は低いけど動きも止めることもできるでしょ、いやー中でも俺面白かったな、あみんな高評価だけ押しといてくれたら、今日7時からあの皆さん、今から今567あと3時間後にあの動画を投稿しなきゃいけないので、あの25日金曜日のね、ホラーゲームじゃねえ、あの怪談の企画の動画を、メンバー公表の動画を投稿しなきゃいけないんだ、シシ使えるよ、あの敵側で、あ押したありがとう、押した、あー鬼ポッターありがとう、ありがとう、ナイスパありがとう、ありがとうございます、そう今日上がるんでね、今日動画を上げるんでプレミアで上げちゃおう、プレミアで、あでもプレミアじゃなくてもいいか、2日かけて作ったからね、そう頑張って作ったよ、2日かけて作ったもん、何時?7時だね、19時、うん、19時ですね、ツイッターに投稿してツイッターから YouTube に飛べるようにしとかなきゃいけないから、
頑張ったよ。あ、押した？レク、高評価を押すから、このゲーム毎日、毎日 ?2 回押すと消してね、それ。お疲れちゃん。え、どうしようかな。次いつやる？これ。またやりたいな。いつやろうかな、次。明日はあれだ、火曜日か水曜日にやりたいね、でもね。またやりたいな。火曜日か水曜日に、水曜日でもいいし、火曜日でもいいし、明日は、今日やったから明日はいいかな。3回押した？はい、いいえ、はい。あ、OK、OK、OK。高評価2回押したら消してるでしょうよ。うん。そうだね、もう1回やりたいな。ただね、やっぱアーカイブ勢がね、アーカイブ見る人がね、ちょっと時間が長すぎるから、2時間ぐらい。が目安じゃない。やっても2時、9時から11時ぐらいまで。夜だったら結構マッチングもしやすそうだもんね。だから、そうだね。あの、決まったら、うん。あの、待機所作っとこう。お疲れちゃん。あ、そう、プレイヤーがまだいるうちにやっとかんと。あの、あれ知ってる？みんな、あの、前にだいぶ前やったさ、俺がやってた、資料の腹渡のゲーム。もう人口減って、誰もいなくなってボットしかいなくなったっつってた。確か誰かボット、ボットってたのかな。マッチング全然しなくなっちゃったらしい。もう最近出たばっかりなのに。そのうちこのゲームもいつまで人がいるかまだ分からんから、やれるうちにやっとこう。そう、かそる前にね。今はまだ出たばかりだから人はいるけども、いなくなっちゃうとマッチングしなくてね、まあ、13日の金曜日状態になっちゃう。そうなる前に。夜だったら全然人いそうだ。日本人もいそうだもん、なんかね。やれるうちにやっとこう。とりあえず。よし、じゃあ終わりますか。うん、またやろう。次もまたこのゲームやるよ。わ。終わりましょう。火曜日か水曜日どっちかね。じゃあ今日の夜7時に動画上げるので、ちょっとそこだけ見といてくれたら、企画のね。じゃあ、お疲れ様です。皆さん、お疲れ。おつおつ。お疲れ。